予算委員会を開会いたします。この際申し上げます。民進党新緑風会、日本共産党希望の会自民自由社民立憲民主党の所属委員の出席が得られません。理事をして出席の要請を致せますので、しばらく。お待ちください。速記を止めてください。 平成30年度総予算3案に関する理事会決定事項についてご報告をいたします。本日は TPP ・経済財政・内外の諸蔵制に関する集中審議を行うこととし、質疑は往復方式で行い、質疑割当時間は211分とし、各会派への割当時間は自由民主党心82分。 公明党60分、日本維新の会45分、無所属クラブ24分とすること、質疑順位につきましては、お手元の質疑通告表のとおりでございます。平成30年度一般会計予算、平成30年度特別会計予算、平成30年度政府関係機関予算、以上3案を一括して、 議大都市、tpp 経済財政内外の諸情勢に関する集中審議を行いますこの際茂木国務大臣より tpp11 に関する報告を聴取いたします茂木国務大臣委員長先週 チリで開催された TPP11 協定の署名式に関してご報告申し上げます。3月7日から10日まで、チリに出張し、3月8日に開催された TPP11 ・環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定の署名式および閣僚会合に参加してきました。署名式に先立つ閣僚会合においては、 tpp11 交渉において我が国が果たした主導的な役割に対し多くの国から謝意が表明されましたまた各国とも早期発行に向けて速やかに国内手続きを進めるとの前向きな発言がありました私からは協定の早期発行円滑な実施に向け我が国が引き続き各国との連絡調整など必要な 事務局的機能を果たたたししていきとと発言し国かららの支持賛同が得られたところですまた、閣僚会合において、TPP11 に関する閣僚声明が採択され、署名式において11か国を代表して、私が発表いたしました。この閣僚声明においては、今後、各国において、本協定を迅速に発効させるために、国内手続きを完了すること、 また、本協定に新たに加入することを希望する国・地域によって示された関心を歓迎する旨が盛り込まれました。昨年7月、箱根での首席交渉官会合以降、わが国が議論を主導し、私自身もベトナム・ダナン閣僚会合で共同議長を務めたり、関係国の閣僚との協議を重ね、わずか半年で署名に向けた準備を整え、 3月8日に協定に署名することができました。多くの困難な課題がありましたが、それを克服し、このように非常に速いスピードで署名に至ることができました。TPP というハイスタンダードかつバランスの取れた協定によって、21世紀型の新たなルールによる自由で公正な市場をアジア太平洋に作り上げることになります。我が国にとってはもちろん 世界の成長センターであるアジア太平洋地域にとって、極めて大きな成果であり、この上は TPP 協定を早期に発効させることが重要であると考えております。署名により最終確定した TPP11 協定と関連国内法案については、できるだけ早く国会に提出し、承認を求めていきたいと考えています。我が国がが国率先して動くことが 早期発行に向けた機運を高める上でも重要で三加国もそれを期待しています委員各位のご理解とご協力をよろしくお願いいたします次に学校法人森友学園に対する国有地売却等に関する決裁文書に関し財務省理財局長太田充君から説明を聴取いたします 太田理財局長森友学園の国有地の売却に関する決裁文書の書き換えにつきましては、国会において大変大きな問題になっており、一昨日、3月12日月曜日に調査結果を整理をさせていただきました。その結果昨年月月下旬から4月にからににけてて財財務省理財局において 決裁文書の書き換えが行われておりました決裁文書の書き換えの状況については、すでに委員の皆様方には資料をお届けをさせていただいているところではございますが、資料全体で78ページのうち、62ページで書き換えが行われておりました。書き換えの主たるものは、貸付決議書、売払決議書、特例承認に関する5つの決裁文書になりますが、 市としてその書き換えの内容を反映する形で、9件の決裁文書についても書き換えが行われ、合計14件の決裁文書で書き換えが行われておりました。書き換えが行われた経緯や目的については、最終的に調査結果を踏まえる必要がありますが、書き換えられた文言を見る限り、それまでの国会での答弁が誤解を受けることの こととなららなないようににすするたために行われれと見られますなお、これらの書き換えにより、2年近く前に、これらの書き換えより2年近く前に決裁文書の一つについて、資料の1ページを抜き取っていたことが昨日判明しており、併せてご報告をさせていただきます。いずれにいたしましても、行政文書の内容について、書き換えを行うようなことは、あってはならないことであり、 書き換えられた資料を国会に提出し、国会のご審議に混乱を招いてしまったことにつきましては、国会を冒涜するものであるのご批判は招かれないものと考えております。大変申申しし訳ありまませんお上げます委員長から 一言申し上げますただいま財務省から本委員会の場で改めての説明はありましたが、これは財務省に対して決裁文書を含むさまざまな文書提出を求めてきた本委員会に対する冒涜であるだけではなく、行政全般に対する国民の信頼性を失わせる言語道断の行為であります。また昨年来の 資料要求や答弁要求、本委員会理事会からの調査報告要求に対し、財務省からは不誠実な対応が繰り返されてきました。この結果、国会が混乱し、国民の求める予算委員会の論戦の貴重な機会が失われたことは誠に遺憾であります。財務省には引き続き、 捜査機関に対して全面的な協力を行いつつ自らも事実関係の解明に全力で当たっていただくよう委員長として強く求めますわせて二度とこのような事態が起こることがないよう原因をしっかりと究明した上で根本的な対策を講じ徹底するように求めます この際、麻生財務大臣から発言が求められておりますので、これを許します。麻生財務大臣。今ほど、委員長から今回の決裁文書の書き換えについて、厳しいお言葉を頂戴しました。決裁を終えた行政文書について、書き換えを行うというようなことは、極めて有識ということであって、誠に遺憾であります。 私としても深くお詫びを申し上げる次第です。今後、進行中の捜査にも全面的に協力をいたすと,とともに、二度とこうした事態が起こらないよう、財務省として引き続きさらなる調査を進め、その上で信頼回復に向けて必要な対応を行ってまいりたいと考えております。また、国会からのお尋ねについて説明責任を果たせるよう、財務省を挙げて、 最大限努力をしてまいりたいと考えております。これより質疑を行います。西田昌司君。西田君ええー、自民党の西田昌司でございます。まあ、今回のこの財務省によるですね。文書書き換えの疑惑というのは、本当に。我々もですね。いまだに、まあ、信じられない思いでした。まあ、この。 国の省庁の中でもです、ね、まあ、一番の省庁だと思われ、まあ、おそらく自覚もしていたでしょう、自負もあったでしょう、まあ、その官庁の中で,です、ね、まあ、こういう改ざんがあったというのはです、ね、本当に許し難いことですで。今もその報告がありましたけれどもね、今日はこの問題を中心にです、ねえー、総理や財務大臣にもご質問させていただきたいと思います。まず財務大臣 まあ今、一応説明があったんですけれどもね、もう一度改めてお伺いしますが、まあ、佐賀この国税庁長官、当時の理財局長を、事実上、更迭をされたわけですが、まあ、なぜこの時期にですねこの処分を行ったのかと、まあ、この至る経緯をえもう一度国民に納得できるようにご説明ください。麻生財務大臣 <laughs> 佐賀ににつきましては、えー、先週金曜日日月の9日に 退職したいと申し出が来たものでありまして、本人がそういう意向であれば、これ以上、国税庁長官の仕事を担わせるわけにはいかないと判断したものであります。その上で、佐川本人からも申し出があったとおり、佐川決裁文書の国会提出時の担当局長、また国会審議を混乱させ、行政文書の管理状況についての批判はするなどなど、 国,際国有財産行政に対する信頼というものを失ったと言わざるを得ません、これを考えますと、処分なしで退職を認めるというわけにはいかないと考え、その日のうちに、減給20%、3ヶ月の懲戒処分を実施した上で退職をさせたものであります。また、佐川を退職させるにあたりまして、私の方から佐川に対しては、 今後とも捜査当局による捜査、いわゆる知見の捜査ということです。また、財務省が行う調査等々に対して、真摯に協力すべきこと、また、捜査や調査の結果次第では、さらに重い懲戒処分に相当するという判断をせざるを得ないという可能性も否定はできません。したがって、仮にそうなった場合には、退職後でも私の指示には従ってもらう。 いうことを申し渡し、佐賀もこれを了解をいたしております石田庄司君。まあそれはあの今までからあの発表されてきたことなんですが、まず速度をお聞きしたいのはです、ね、で、えー、この文書の書き換え、この事実を知ったのは、麻生大臣が知ったのはいつだったんですか麻生財務大臣、文書の書き換えにつきましては、3月の11日と記録します。石田昌司君 それで、えー、佐川さんが、まあ、この辞められたんですが、その時に佐川さんからです、ねえー、その国会を混乱したということだけじゃなくて、そもそも書き換えがあったことについてです、ね、自分がその部下に命じてあったとか、具体的なそういう話はそこで発言なかったんですか佐川がどのような話をしたかという、細目にわたって、その3月11日は大会で直接本人から聞いたわけではありません。 西田昌司君では今、大臣が知る範囲で、ですね、えー、この事件は誰がどのように、あんのために、ね、この,やあの会談したのかと、そういうことについて、もう少し具体的に説明してください。麻生財務務大臣私の方方からは事務方より 書き換えが行われた経緯、また目的についてということで、最終的には書き換えの経緯につきましての調査結果を踏まえる必要があろうと考えておりますが、本件の書き換えは昨年の2月下旬から4月にかけて、森友学園に関する国有地売却についての国会対応を担当さしておりました本省の理財局において,本省の理財局にて行われたものであり、 書き換えられた文書等々を拝読、読む限り見るときに見ますと、それまでの国会での答弁というものが誤解を受けることにならないようにするために行われたと見られるとの報告を受けております西田昌司君。まあ、その理由もです、ね、ちょっと納得できないんですがね、ちょっと念のために聞いておきますが、麻生大臣、麻生大臣が文書の書き換えを指示したことはもちろんないでしょうね。 麻生財務大臣。私の方から文書の書き換えを指示したというご指摘は当たりません。ありません。西田昌司君、まあ。総理にも同じ質問をしておきます。あ、ないでしょうね。内閣総理大臣。えー、当然私から、文書の書き換えを指示したことは全くございません。西田昌司君。はい、委員長。それで、まあ、この事件はですね、まあ、一年前、私実は質問もしたんですけれども。 えー、当初から、まあ、いわゆるです、ねえー、森友学園が国有地を払い先を受けてです、ねえーそのか、学園開設をしようとしたと、でそのときに、えー、名誉校長に総理の夫人の名前があったと、まあ、そういうことからです、ねまあ、いかにも、まあ、総理がです、ねえー、この政治的な圧力でやす、しかも安いお金で,です、ね、売却をさせたのではないかということが、まあ、一方的にこれ、論じられてきました。 そして今もです、ね、今もこの事件がです、ね、もう一度、えー、この論じられてです、ね、まあ、テレビなんかでは、えー、この森友学園で、ねえー、安倍総理、えー、夫人、ありがとうございますと言ってる、ね、子どもたちの絵が毎日流されるんですよ、でこれ見てるとね、本当に私でもです、ね、そういう事件だったのかなと、まあ、思ってしまうぐらい、まあ、これを毎日毎日流されるとそういう思いになるんですが。 ここでもう一度ちょっとこの事件についてですね、ちょっと整理をしておきたいんです。と,ということであの、法務省の刑事局長にお聞きしますがね、森友事件は今言ったように、まあ、この国有地の売却が政治家の口利き等でですね、不当に安く売却されたのではないかという疑惑なんです、疑惑そのものはね。でところが、ところが、籠池さんはまあそういうふうにですね、えー、お願いしたんだというようなことを言ってましたけれども、ところが、 実際にはですね、この籠結さん自身が今、刑事被告人になって交留中なんですよ、ねで、その罪は一体何の罪で今、交留されてるんですか、ちょっと教えてください法務省刑事局長、辻浩之君えあの。お尋ねの学校法人、森友学園の前理事長およびその妻につきましては、大阪地検におきまして、えー、平成29年8月21日、 国土交通省所管の補助金の不正受給に関して、詐欺罪により公判請求しております。また、同じく平成29年9月11日、大阪府および大阪市が交付する補助金の不正受給に関しまして、詐欺罪および詐欺未遂罪により公判請求しているというふうに承知しております西田昌司君、はい。今ありましたように、今とりあえずですね、あのなっているのは詐欺罪ですよ。 詐欺というのは、人をだます、まあ、そういうことで、その容疑でですね今、この後半にかけられようとしてるんですけれども、まあ、その詐欺になっている容疑者の意見が、ですね一方的にまた流されるわけですね、まあ、よく言われるのは、えー、総理から、いや、と言ってお金をもらいましたとかですね、まあ、そういう話も言ってますけれども、それも、えー、もう一度自分が総理にもらったお金だから返しに行くんだと言って、えー、テレビの前で現れたときにはですね、 100万円をも,もらったから、100万円返すと言いながら、見たら、表と裏側に1万円札がついてるだけで、中身は真っ白な紙が入っていたと、まあ、これは皆さん方ご存じだと思うんですけれどもね、要するにだから、もともとそういうですね極めて悪質なまあ詐欺罪という容疑者で、容疑をかけられている方がまああの元々、もともと死亡者となっている事件だったということをも,もう一度確認したいんですね。でそれでえ現実には あのときの,の土地の売却についてです、ね、私が質問しましたけれども、要するに、籠池さん側からごみ、ね、が出てきたと、でこの呼吸打ちにごみが出てきたらです、ね、こんな土地では小学校を建てられないじゃないか、どうしてくれるんだと、ということで、このままでは訴訟になるぞと、訴訟するぞということが言われたわけですね、でところがそうなっちゃうと、国の方もですも、ね、損害賠償、いくらになるかわからないとで、しかも学校側にしてもです、ね、開校日は決まってますから、 じゃあ、そこで、それではこの貸し担保責任を免責すると、つまりこれ以上です、ね、何かごみが出てきても、もうこれ以上、つくには責任持ちませんよと,ということをお互い了解してです、ね、弁護士さんも入ってご、了解の上で、実は土地の売買が行われたと,ということですから、不当に安くなったという事実は全くなかったわけなんです。で、そのことが私の去年の質問で、これ、国交省も含めてです、ね、説明していたわけなんですが、でただ、 それでもです、ね、不当に安くやったんじゃないのかと、まあ、こういう疑惑がずっと残ってましたよ、そこで、えー、この参議院の予算委員会で、会計検査院に、ね、もう一度調査しろと、こういうことにもなったわけなんです、でそこで調査されたんですが、その中で、結局、じゃあ、今言ったようにね、不当に安く売ったというような、そういう事実は出てきたのか、まあ、そのことをまず会計検査院に聞きたい。会計検査戸田第三局長 今回の報告書は、国会法第105条の規定による会計検査の要請を受けて、検査した事項につきまして、会計検査院法第30条の3の規定により、国会に報告したものでございます。一方、会計検査院が憲法第90条の規定に基づいて作成し、毎年度内閣へ送付しております決算検査報告におきましては、検査の結果、 法律、政令もしくは予算に違反し、または不当と認めた事項を、いわゆる不当事項として契機いたしておりますが、あ今回の報告書は、決算検査報告とは異なる報告書でございまして、いわゆる不当事項が契機され,されるものではございません、えー。今回の報告書におきましては、必ずしも適切とは認められない事態、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態などについて記述をしてございますが、 これまで決算検査報告において、不当事項として契機したものと比べますと、国損額を明確に算定することができないなどの点で、不当事項として決算検査報告に契機することは難しいものであると考えているところでございます石田昌司君。まあ、会津マンでいうと、まあ、そういう不当事項はなかったということであるわけなんですね。でところが、ところがですね、まあ、そういう形で、一応これは、この事件自体はですね、まあ、整理がついていた。 はずだったんですでところが、今年になってね、もう一度これが再燃してきたのは、そのときのこの書類ですね、まあ、これがあの、えー、新たに出てきたと、でそれがです、ね、当初、国会に報告していた書類とはです、ね、内容が違うと,ということがです、ねまあ、出てきたわけなんですけれども、まあ、その内容につきましてですね、えー、言う前に、えー、これ、一応、総理も見られましたね。 で私もねそのあの、これが改ざん前の文書だということを見たんですがで、そこで驚いたのは、何かそこに新しい事実があったのかというとです、ね、全くないわけなんです。というか、私がです、ね、先ほど言ったように、この鹿池さんとの間の交渉の経緯がです、ねまあ、詳しく書いてあって、まさに私の国会の答弁の中で明らかになってきたから、そのまま出てるだけなんですよね。で、そこに、えー、安倍昭恵夫人のお名前もね、 出たりしてるんでですすけれどもそのこと自体がですね、えー、消すこと自体がですね果たして意味があるのかと、でむしろですね、えー、そういうことを、えー、こ,のこ,のこの報道なんかでは総理に、えー、いらぬ疑念がかからないように、そのために消したんではないかと、まあ、こういうふうにね言われたりしてるんですけれども、私はそのまま公用していただいて、全く問題がなかったと思うし、かえってそういう消されることによって、ですねとんでもない、まあ、ご婦人も、 総理も迷惑を受けたと思っているんですけれども、その,この,の出てきた情報についてです、ね、まさに総理自身、どういうふうにお考えになりますでしょうか安倍内閣総理大臣。あの私もです、ねえー、これはあ11日に、えー、報告を受けたわけでございますが、あこの書き換え前の文書、まあ割とこのタイプではありますが、あ 読まさせていただいたところでございますが、この書き換え前の文書を見てもです、ね、私や私の妻が関わっていないということは、明らかであろうと、こう思うわけでありますあの。妻に関する記述についても、この産経のウェブに出ているもの、すでに公開されたものについて、引用されているところ、でもう一点は、籠池氏の発言が書かれているだけであろうと思うわけでございまして、 この書き換え前の文書を見ても、私、私の妻が関わっていないということは明らかでありました、まあ繰り返しになりますが、これまでも申し上げてきたとおり、私や妻がこの国有地払い下げや学校の認可に、もちろん事務所も含めて、一切関わっていないということは明確にさせていただきたいと思います石田昌司君それで、しかもね、今、総理もお話になりましたけれども、そこで言ってるのは、 安倍昭恵夫人がこう言ってたとつまりこれはあのいい土地ですから進めてくださいと、夫人が言っていたと、籠池さんんが言っているんですねでこれはね、訳の分からない話で、要するに、あの籠池さんの話が書かれてるわけなんですけどね、まあ、あの籠池さんという人はね、えー、もともとあの私、証人喚問で見言いましたけれども、お金もないのにですよ、あの寄付金もほとんど集まってない。 でその寄付金もです、ね、改ざんして集まったようにしているということが今、明らかになってますけれどもね、皇室とご縁があるというふうに噂が出るようにです、ね、わざわざ自分の幼稚園のホームページには、皇室の来られたような雰囲気でこう、情報公開してるけれども、実は全く関係なくてです、ねそ、この天皇陛下があの見請けされたときに、旗を振りに園児が行った写真を写してるだけの話で、全く関係ないんですね。つまりまり、あ、りこれははっきり言いまして まあ語りっうやつですよね、まあまさ、まさに詐欺罪の中、語りというようなことが平気でされてるわけで,で、そのことがまさに書いてるわけなんですよ、そこでちょっとこれは質問通告、総理にしておきましたんで、確認したいんですけれども、昭恵夫人にお聞きになって、ですねそういうふうにこ,ここの土地良さそうですから、あの進めてくださいと言われたことがあったんでしょうか安倍内閣総理大臣あの、えー。妻に確認をいたしました。 そのようなことは申し上げていないということでございましたもちろんこの妻がですね、この学校を作るという責任者ではないわけでありますし、加護池氏との常儀関係があるわけでないわけでございますから、当然そんなことは言っていないということでございました石田君。まあ、そういうふうに、まあ、当然だと思います、まあ。ちなみにこの人は、えー、その証人勧誘のときにはですね、そうじゃなくてですね、 昭恵夫人が来られたら、なんか田んぼができそうないい土地ですねと言ったんで、そのことを、えー、念頭において、水穂の国記念小学校ですか、まあ、そういうふうにつけたんだというようなことを言ってますから、要するに、まあ、この駆け引さんが言ってることというのはね、その,まあ、その場で自分の都合のいいように言葉をですね使っていかれると、まあ、その結果,結果です、結果的には詐欺罪で今、えー、起訴されているというのが。 事実だと、まあ、このことだけはです、ねえー、国民の皆さん方にも再認識をしておいていただきたいと思うんです。さて、そこで,です、ねえー、麻生大臣にお聞かせいただきたいんですけれどもね、あのこの国会で,です、ねまあ、私が特に質問して、なんで安くなったかというです、ね、ゴミが出てきて、えー、そしてゴミの引く場合にですね、 そのまあ留米をえ単価でかけて出したという話がまあ,あったんですけれども、この内容、この文書を見たらですね、新たに公開された文書を見たらですね、まさに私がえ国会で質問をし、説明を受けた内容そのものが出てきてるわけですよ、これ。じゃあ、そうするとね、なんでこれを,これをですね公開、国会にですよ言われたときに出さないのか、それが本当に理解不明なんです。 意味が分からないんですよね要するに、総理の忖度するとかいうんだったら、まさにですね、出してる方がよっぽどいいわけですよ、なんで出さないのかと、でそのことを麻生大臣あの、財務省のトップとして、これ、どういうふうにご理解されてます麻生財務大臣。今ほどの西田先生のご質問なんですが、あの同様な疑問を持ったのは、これは普通の人は皆、そう思ったと思いますし、私もその例外ではありませんが。 この書き換えが行われました目的また経緯等々についてはこれは最終的に調査結果を踏まえる必要があろうとは思いますが少なくとも書き換えられた文章というのを見る限りはそれまでの国会での答弁佐川のおしゃれしとして佐川ですけど佐川の答弁が <laughs> して。 誤解を受けることのない、ないようにするために行われたということぐらいしか考えられないんですが、いずれも、いずれにしても、とにかく決裁文書というものは、もうすでに行われた、決裁が行われた行政文書にを、後からいわゆる書き換えを行うというようなことは、これは誠に由々しきことなんであって、花畑以下だと、私どもはその点に関しては強くそう思っております西田君。まあ、私ははですね実は まあこれからこの問題の本,番本質なんですけれどもね、要するに、書き換えたのは、総理のため、ねでそれを忖度するためじゃなくて、ですね前おっしゃったようにね、自分の答弁を、自分の答弁に不都合なことがもしあったら、まずいんで直していったと、そういうことだろうと、ということは自分のためになってるわけですよ、しかし、それこと自身が自分のためにならなかったんですがね、そこで一つね、このこともちょっと聞いておきたいんですよ。 リ理ー事ーー長に聞きますがね、これも驚いたんですがね、3月2日にこれ、朝日新聞で、そもそも資料の書き換えがあるんじゃないかという疑惑が報じられましたよね。われわれはそのとき、財務省ともあろうものが、そんなこと絶対するはずがないと、確信してましたよ、だからそういうつもりで国会対応もしておりましたし、総理もそうだと思いますし、財務大臣はとりあえずこれで調査するという話されてたんですが、 実は驚いたことにですよ、この3月2日に疑惑が出て、えー、国交省、航空局で、ここもこの土地の,この売買にはあの関与してましたからね、要するに土地の値段を算定するのに国交省が関与していたわけなんですがで、そこで財務省が国会に開議している貸付のこの決議書とです、ね、自分たちが持っていたものとですね、これ、比べてみたら、あれと。 自分たちがもらってるのと違うじゃないかと、つまり、えー、あの国会に出てるのは、まあ、改ざんと言いましょうかね、書き換えられてる文書だなということに気がついたわけですよ、これ。でそこで、国交省側から、これはです、ねえー、財務省、理財局の方にですに、ね、通知をしたというんですよ。で、それを3月5日に財務省にその情報を伝えたとです、ね、昨日、石井国交大臣が記者会見で発表されました。ねで 麻生大臣にまずこのことをですね、麻生大臣はこのことをいつ報告を受けたんですか、で理財局長に聞きますが、麻生大臣、いつ報告したんですか、大体財務省、太田理財局長。お答えをいたします、3月5日に国土交通省から私ども理財局の方に連絡をいただきました。 それも含めて、すべてを整理をして、最終的に大臣が報告できているのは、大臣にご報告したのは、3月の11日ということでございます、3月5日の日に聞いて、それをすぐ大臣にお伝えしたというわけではないということでございます西田君。あなた、何を考えてるんだって話ですよ、まさにね、実は私は昨日この事実をです、ね、与党国対やってる中で,です、ね、理財局長から報告を受けて、でところでこれ、どうなんだって聞いたらそういう話だって、いいかにしろと怒ったんですよ。 というのはね、われわれ国会でこの文書があるのかないのかと、当然ないだ、あるはずがないと思っていたのが、実は一部ではあるけれども、ある事実がその時判明したわけじゃない。なんでそのことを、われわれ与党にも、国会にも、政府にも報告しないんだね。その報告をしていれば、当然国会対応変わるんですよ。こんな事態にならない、野党が出てこないようなね、異常事態にならないんだよ。 なんで報告しなかったんだよ、大谷財局長。お答えを申し上げます。あの三月二日の報道があって、その日の国会審議で厳しくご指摘をいただいて、私ども調査を始めました。で、調査をするときには、あ関係するものから聴取をする、あるいは資料を特定すると、探索をするということで、さまざまな情報を集めました。三月五日には国土交通省からそういう情報もいただきました。 でそういう情報を一生懸命集めて、ある意味で情報の裏を取って、それで、えー、一つ一つきちんと確認しなければいけないと思って作業しました。 それでその上ででございますが、作業を確認、われわれとしてはできるだけのことをやるんですが、やってもどうしてもわからない部分があり、逆に言うと、そこまで努力をしないと、捜査を受けた意味として、捜査当局に協力がお願いできなかったので、結果的にわれわれがそこまでできて、捜査当局にお願いできたのが、3月9日の金曜日でございました、そしてそこまでやったおかげか、捜査当局には大変感謝をしておりますが、ご協力をいただけました。 で3月10日土曜日に、あの現地で物、えー、の,のコピーをさせていただいて、えー、本省、財務省に来たのは日付が変わって10日の土曜日ということになりました、で10日の土曜日にあ捜査当局からいただいたものも含めて、えー、最後に確認をして、いろんなことが分かって、それで11日に大臣にご報告をさせていただいたというのが経緯でございます石田君。今のね、理財局長の答弁を聞いてましても分かりますようにね、自己弁明。 ね、自分たちは整理をして、ね、事実関係を整理して渡そうと、まあこういうことですよ。しかし、大事なのはですね、要するに麻生大臣もこう答弁したわけですよ、あるかないか、損費の有無も含めて今、調査中だと言ってるわけですよ、それ分からないからそう答えるわけですよ、ところが、片っぷり事務所単にはすでに情報が総理に入ってたわけですよ、これ、とんでもない話で、つまりね、何が言いたいかというと、われわれの仕事というのは、 与党側の議員ですから、例えばこういうね、時事態が起きたときにです、ね、当然政府側に、ね、どうなってるんだと、野党側が指摘しているような、また報道が言ってるような事実があるのかどうか、まずそのことを我々は聞いてるわけですよ。ところが、彼らはしていたわけですよ、3月5日の時点ですでに。ところが、そのことを全く我々には、大臣にも含めて報告がない、ないだけで国会が大変な混乱してるわけですよ。 でまさにこれはね、官僚がね自分やるべき判断じゃない、政治家がやるべき判断、政治家が情報をもらってですよ、でそれをじゃあ、こういう説明の仕方してね、ね混乱を収めようとか、野党側にこういう話をですねしっかり説明しなさいとか、いろいろあるわけですよ。ところが、与党側にも情報が上がってこない、ね、まさにこれが今回の問題の一番の問題点なんですよ。つまり官僚システムというのがね、 我々政治家よりもはっきり言って、圧倒的に情報を持ってるわけですよ。総理よりも財務大臣よりも、あらゆる分野で各省庁、情報を持ってるわけなんですよ。ところが、その情報をすべてそのトップの政治家に知らせですよ、その中で政治判断をして、政策の決定をしていくのが総理仕事じゃないですか、我々そして我々与党は、ですね同じく政府のその情報をですね共有しながら、国会運営をどうしていくかと。 野党側にどういうふうにこれを説明していくかと、そういうことをやっていくのが、まあ、私、国体の仕事ですよ。ところが、その肝心の情報をですよ、一切われわれに知らせていない、ね、そして、あと11日になってからですよ、報告して、ね、いや、こんなんでしたと、しかも出てきた資料を見たらですよ、出てきた資料、なんで隠す必要があるんだと、まさにすでに今までですね、明らかになっていることばかり。 で結局その理由はこれからしっかり調べていただきますが、要は、こういう事態をつから推測すると、ですね要するに自分たちの立場として、自分たちの答弁したこと、自分たちのってきたこと、これがね、て立つすることがなかったということを見せるために隠していたということしか考えられないんじゃないか、まさに財務省による財務省のための情報操作なんだよ、これは。大臣 いかかがですかこれが今回のこの財務省の抱えている問題の真摯じゃないですか総財務大臣。これは西田先生、先ほど答弁を申し上げましたとおり、この一連の資料を見た、まあ、読んだ感想を申し上げさせていただければ。 少なくとも誤解を招かないようにというので佐川の昨年の2月から4月までの間の答弁とその資料との間に総話とかまた誤解を招くとかそういった誤解を招かないためにということがしたる目的であってあのいわゆる偉い方々の意見をとか 陳情を等々に忖度をして、何とかしたというようなことではないというのははっきりしておると、私どももそう思いますので、その点に関しましては、今ご指摘になりましたとおり、答弁との間の誤解を招かないようにというためがしたら目的だったのではないかと、今の文章を読むかありだけの私ども、総理的なところの感想であります石田君、ちょっとね、麻生大臣はね、もう少し深刻にこれを受けてもらわなきゃだめだと思いますね。というのはね、 これはこれだけじゃないんですよこれ、この問題だけじゃないんです。麻生大臣は大臣になられる前、ねえー、私も野党時代、よく大臣のところにお邪魔しましてね、ぜひ今度、政権を取ったらですね、政権を取ったら、安倍総理がなったらですね、積極的に財政をして、デフレから脱却していこうという話を言ってましたよ、でそれまさに平成の自分はこれきりになるんだと、そこまで公言されてましたね。 ところが財務大臣になられて、はっきり言いまして、ずいぶん方向性が変わってきましたよ。それはなぜか、財務省がさまざまな資料を持ってくるわけですね。つまり、今やらなきゃならないのは、プライマリーバランス、財政再建なんだと、こういう話が、当然財務大臣ですからね、財政再建というのもね、それ言わなきゃならないのに分かりますよ。しかし私は今回の事件ではたと気がついたのは、ですね財務省というのは、自分たちは膨大な資料を持ってますよ。そのの資料の 自分たちの都合のいいところだけをちょいちょいと出して、大臣に説明する、国会議員にも説明する、これ、しょっちゅうやってるわけですよ、これはっきり言いましてね、あの今、自民党の中でも、財政再建の PT を、特命委員会やってますよ、でそこずっとできたとこから私、入ってますが、総理、これ、とんでもないのはね、この彼らが言ってる理論、理論は、もうはっきり言って、私の前ですべて破綻してます。破綻してるんだけれども、つまりね、20年間、 ね、彼らが言っていたプライマリーバランスの財政再建論ですけれども、彼らが言ってるのは、このまま放っておけば、ね、この日本は。ハイパーインフレになると、ね、通貨の信用がなくなる、円安、とんでもない円安になる、これをずっと言い続けてるんです、ところが、なってのは全部逆でしょ、逆でしょ、ね、これ、ハイパーインフレじゃなくて、本当のデフレになっちゃって。 でしかも円高になってるわけですよ、なんでそんなのかと、つまり彼らの説明してる理論が全く破綻している、だからわれわれはです、ね、違う学者の方も含めて、そのことを言ってるんですけれども、いまだに、いまだに彼らは、いわゆる財務省をお抱えの学者しか連れてこないよ、そしてその中で、いや、これですかと、そういう話、麻生大臣もね、毎日毎日聞かされるんじゃないですか、そうすると、これ、さすがのね、さすがの麻生大臣でも、 これはこれは財務省のやつがみんなこう言ってるとね、そういう方向になっちゃうと思いますよ。そして洗脳される、そしてそれを知らないうちに、そういう情報がばらまかれる、これが総理、せっかくアベノミクスでデフレ脱却をやろうとしてるのにですよ、財務省側からのそういう情報操作、つまり財務省が流してる情報だけが正しいか、ね、のような形でね、新聞社も含め、全部これ、使われてるんですから。今回のこのこね この事件というのは、まさにこの体質そのものを、私、示してると思いますよ。だから、あの、総理は、あの、ま、これ、今日の委員会ではね、あえて、ま、正義での話まで私、言いませんがね、言いませんが、要するにデフレ脱却していかなきゃならないという時代になってね、さまざまな、正しい情報を国民に伝えて、その中で政策判断していかなきゃいけないんだけれども、今回のこういうようなね、財務省の体質だったらね、これできると思いませんよ。 だから根本的に総理自身が、これは財務省のその情報、果たして本当に捜査してないのか、こういうことも含めてやらないと、これ、政治がですよ、官僚にこれ、牛耳られて、自分たちの都合のいいところだけ使われますよ。はっきり言いまして、今の財務省のやり方は、昔の陸軍と同じなんですよ。自分たちの都合のいいところだけやって、ね、負けてるのに負けてませんと、転戦、転戦ですよ。ね デフレなのにデフレじゃない、今、これからよくなっているところですよ、同じことなんですよ、ね、そしてあの時は、最後、天皇陛下のご清断でもういいかげにしろと、このままでは日本の国潰れるじゃないかというので、敗戦を認めることになりましたよ、同じく、今、我々やらなきゃならないのはね、この財務省はじめ、このさまざまなこの政策、総点検していく中で、やっぱり前提となっている情報が違っていたと、考え方が違っていたと、その結果ですね、 大きな大きなこのデフレの病にかかってるんですよ、これ。だからここのところは、ここのところは、ね、まず総理がやっぱりそういう認識を持っていただいて、麻生大臣に対してもですよ、もう少し、麻生大臣は財務省のトップではあるけれども、もう少しそういうところのところまで調べてもらわないといけないんじゃないかという認識を持つべきだと思いますし、またこれ同じ、じ他の省庁でも同じことがあると思いますよ。つまり 官僚による情報操作がねされてきている日常茶飯されているというのが今回の書き換え問題の根本的なところですよ私はそういう問題意識持ってますが総理どう思われますか安倍内閣総理大臣まあ先日財務省から文書を明らかにいたしました今西田委員が御指摘になったように行政全体に対する信頼を いるがしかねない事態となっております行政の長として責任を痛感をしているところでございまして改めて国民の皆様に深くお詫びを申し上げたいと思います国民の皆様から厳しい目が向けられているそのことを真摯に受け止めながら捜査に全面協力することはもちろんでございますがそれとともになぜこのようなことが起こったのか 全容を明らかにする、そのためにしっかりと調査を進めていく、麻生大臣にはその責任を果たしてもらいたいと思います、そしてその上で、えー、全容が、すべてが明らかになった段階において、二度とこのようなことが起こらないように、信頼の回復に向けた組織の立て直し、 全力を上げて取り組んでいかなければならないとこう思いますそして麻生財務大臣にもその考え方のもと取り組んでいただきたいとこう思っておりますまたこの問題については今後とも国会において国会の審議において誠実にしっかりと説明責任を果たしてまいりたいとこのように考えております石田君 まあ、麻生大臣も今、手を挙げ取られたんですけれどもね、麻生大臣は直接のこの財務省の責任者ですから、もう今の総理の発言も受けて、ですねこの問題、どういうふうに取り組むのか、おっしゃってください麻生財務大臣この一連の佐川の件に関しまして、先ほどたびたび答弁をさせていただいたとおりです、その上で今、そほかにもいろいろあのデフレの話とか、財政再建の話とか、いろいろあったのもご指摘のとおりですが、 少なくとも財務省の情報によってそういう環境になりますのはそれはもうどこに役所に限りませんがどこの組織の中においても一人で落下さんでおいていそういうことにならざるをええどこの組織でもないです私はそれは何も財務省財務省だけに限った話ではないんだと思いますがそれを上回る情報と指導力がない限りは そういういこことととにになならざるを得んことになっっててきたんだと思ってますねしかしこの5年間言わせていただければ少なくとも財務省の反対を押し切っていろいろな形で例えば財政投融資を使わせてもらう絶対反対のものまたいわゆる省計今度今やらせていただいております事業承継税制にしてもこれで相続税とかそういったものをゼロにするなんて話はなかなか。 そういったこともやらせていただくそういったのはやっぱりある程度きちっとした上回る情報と別の角度の情報とそれをきちっとした信念を持ってそれを通すといういわゆる指導力というものがないとなかなか役所とか組織という上に別のところから来てそれをやっていくというのは至難な技だと何も財務省に限った話だとは思いませんが少なくともそういう結果我々の意見というもので 我々はこの5年間の間に大きく財政なり金融なりいろんなものを変えさせていただいて日銀まで行って金融緩和の方向に変えさせまた財政もいろんな形で方向を変えさせた結果今日少なくとも経済は絶対成長しないと言われた経済が約50兆成長し税収も大幅に増え 新規の国債発行も11兆減らすというようなことができたのは、従来の大蔵省のやり方だったり、あ財務省のやり方だったり、できなかったことがやれたというようには、この内閣だからできたんだと、私はそう思っておりますんで、ですが、今言われましたように、そういった学習が常にあるのはやるというのはやむへんと思いますけれども、それを上回るものをやっていくだけの力が必要だと思っております西田君。この議論につきましててはは、えー、本委員会ではなくて まあ、あの後に、えー、麻生大臣の所信の質問、私がやる予定でおりますので、しっかりまあそこでも議論させていただきます、それで、まあ今日はです、ね、もうあとちょっと時間なくなりましたから、これで確認したいんですけどね、要するにあの世間では麻生大臣、ね、この人を罷免するべきだとか、と安倍総理自身が政理責任を取るべきだと、まあ、こういう話もありますよ、しかし私は、この話は先ほどからね、事実関係全部積み上げて、 冷静に見ていくと、要するに役人が勝手に自分たちの都合で情報を書き換え、そしてそれを政治家にも、トップにも伝えない、与党にも説明しない、ね、それが出てきてるわけですよ、これ、本当無茶苦茶ですよ、官僚システムとしてね、これ,あれ、あるまじきことが状態化してしまってますよ、だからこれを、これをですね、しっかりともう一度立て直すのがね、これ、安倍内閣の仕事ですよ。そして その責任者として特に財務省については、麻生大臣がこの検察が捜査がどうのこうのじゃなくて、ここまで来たらね、はっきり言いまして、いついつまでに出すんだと、そこまでやっぱり麻生大臣がね、これ、検察も含めて話をしてやってくださいよ、そういうやっぱりことをやらない、やることが麻生大臣が責任を果たすことになると思います。ですから、まずお二人にその2点、お聞かせください。安倍内閣総理大臣 ただいま、西大委員から大変厳しいご指摘をいただきました。行政内で起こったことでございますから、基本的には行政の長である私が責任を持っているわけでございますので、その責任を、その責任を痛感をしているところでございます。そして今後はです、ね、一度とこうしたことは起こらないように、しっかりと全容を解明する、調査を進めていく。その 麻生大臣にはまさにその責任を果たしていただく、そして全容を解明し、まあ、その上で、二度とこうしたことが起こらないように、信頼ある措置に立て直していくことが求められている、そのことに対してましても、全力を傾けていきたいと、このように考えております麻生財務大臣。今ほど総理の方からご答弁になったとおりですが、いついつまでにというところは、今、私どもは今、被験者、被疑者の立場ですんで、 我々は調べられてる立場ですんでちょっと調べがいつまで終わるのかなんていうのなかなかちょっと聞ける立場にはありませんのはもうご存じのとおりですその上で私どもとしては全ての調査が終わった段階できちっとしたものをさせていただきますんでちょっといつまでにということについては確たることは申し上げられませんけれども。 少なくとも今、調査をできる範囲でさせていただいておりますが、引き続き調査を進けさせていただいて、きっちりとしたものを作り上げたうえで、信頼回復、ここが一番肝心なところだと思いますので、こういったことは二度と起きないようにすること、また信頼回復等々について、全力を挙げたいと思っております。しだ君、時間。はい、以上で、西田昌司君の質疑は終了いたしました。 次に平野達君の質疑を行う、ます平野達夫でございます、時間をあてていただきましたあ、同僚議員の皆さん方のご配慮に、えー、感謝を申し上げます、えー。といって、あまり気が乗る質問ではありませんが、国会に公文書を書き換えて出したという、本当にこれは重い事実であります。 で委員長が先ほど冒頭、言っていただいた通りだったと思いますが、国会を本当に軽視したです、ね、そしてまた国民を欺く行為だったというふうに思います、でそういう観点で,です、ね、国会の立場からあの何点か、この公文書の書き換え、あるいは偽造になるのかもしれませんが、こ,のこれに関しての質問をさせていただきたいと思います。 まずあの冒頭ですね、この売り払い決議書、あるいは貸し付け決議書についてありますが、この原本、もともとの原本っていうのは、どうなっているんでしょうか。財局長お答えを申し上げます。今ほどのお尋ねについて、もともと決裁文書というのは、鏡と申しますか。 反抗してある紙があって、その後ろに長所と言いまして、えー、事案の概要あるいは経緯といったものが書いた紙があり、その後ろにさまざまなあ参考となる資料お、例えば不動産鑑定書でありますとか、いろんなものがついて出来上がっているという、そういう格好になってございます。それで、えー、書き換え前のものがそういう状態だったことを、今回書き換えをしたものは、その今ほど申し上げましたうちの長所という部分をだけを書き換えて、 新たなものに差し替えているということでございますので、そういう意味で、そのときの,の修正前の書き換えのものは、ある意味で処分をしてしまっている、その処分をしてしまっているものを発見することによって、今回の修正前というもの,のがお示しをできたわけですが、そういう意味では原本という形のものは、ある意味では、差し替え前のものをもう一回復元というか処理をして、今の決裁文書に戻す。 ということをするということでない限りは存在しないんですが、中身としては今回お示しをさせていただいたことで、えー、中身としてはお示しをさせていただけているものだというふうには思ってございます平野達和君。だからもう原本そのものはなくなったということなんですよね。これはね、この原本がなくなって、あとは原本を置き換えた文章で、これはあのいつ段階では書き換えたか分かりませんけれども。 11月、昨年の5月に、売り払い決議書を国会に出しています、これがその書き換えた文書が公になってきた、この最初の時期だと思います、そこからずっとこの文書で、この国会の審議も、会計検査院も、検察へももともとの書き換えじゃない、書き換えの文書を出したと言ってますから、その流れでずっときたという、そういう理解でいいですか。 太田谷財局長、申し訳ございません。委員のおっしゃっている通りでございます。平野君、国会ではですね、いざいずれいまだに売り払い決議書、売り付けあのあ貸し付け決議書、この提示を求めています。これはまだミッションとしては与えられた求められたそのあの国会員で。 財務省に対する求めに対してはですね、まだ答えが得られてないということになります。これはどのように処理されるつもりですか。大谷財局長、お答えを申し上げます。あの事実上内容とすれば差し替え今まで、えー、国会に提出させていただいたものは調査の部分が。 書書き換え後のものもをををけたたた決裁書を国会に提出をさせていただいていいだおりましたで今回、その書き換え前のものと並べて提出をさせていただきましたので、内容とすれば書き換え前のものを提出させていただいておりますが、あの委員のご指摘は書き換え前のものをきちんと提出をせよというお話だと思っておりますので、それをさせていただかなければならないというふうに思ってございます平野君私言っててるのは極めて事務的なことです。 そういう決議書を出せるのかということ言ってるんですよ今度出すときはです、ね、作り変えたもので憲法はもうなくなっていますから本来国会が求めたのは売り払い決議書とその貸し付決議書のもともとの文章なんですだから今財務省がいるのはそれはもう出せませんということなんですね変わって作り変えて新たに作り出したものしか出せませんというこういう理解でよろしいですか大谷財局長 お答えを申し上げますあの内容的には書き換え前のものだと私どもが思っているものは私できるんですが、委員のおっしゃるとおり、それが原本そのものというか、その時のそのものの紙かというとそうではないわけですから、そこは委員のおっしゃっていることは平野達夫君、ちょっと話が変わりますけれども、報道でですね、近畿財務局の職員が、 書き換えを命じられたということで自殺をしたという報道があります。まあこれはあのプライバシーにかかること等々のことでですね。えー、ことおことかなかなか答えられない面がありますかあるとは思いますが、これは事実関係どうなんでしょうか。大谷財局長、お答え申し上げます。近畿財務局の職員が亡くなりましたことは大変残念なことであり、誠に悲しい話だと思っております。 ただ、今、委員がおっしゃられました詳細と申しますか、内容については、ご遺族との関係もございますので、お答えを差し替えさせていただきたいというふうに思います平野達夫君。そこは分かりません、そこは理解しないわけではありませんけれども、先ほど太田閣僚が言った差し替えを誰か会がやってますね。これは理財局でやったんじゃなくて、多分近畿農政局でやったと思うんです。<何>あじゃあ近畿財務局でやったというふうふに私は推察しますが それれは答えれ答ええらまますすか大財局長おし具体的な固有名詞含めたところは、ただいま調査をしているところですが、委員のおっしゃるとおり、基本的にはほとんどのものは近畿財務局の決済でございますので、物理的なと申しますか、そういう作業を近畿財務局の職員に指示をして、えー、やらせていたということだと思ってございます。平野達夫君 今日説明やりましたけれども、理財局でやったということではありますけれども、理財局が中心で、実際の作業は近畿財務局がやったという、こういう理解でよろしいですか大手理財局長。あのお答えします。やったということは、誰が責任を持ってやっているかという意味だと思って、そういう意味では、責任があるのは本省の理財局だと。 いうふうに思ってございますので、えー、あの財務省理財局においてという説明をさせていただいております平野達夫君。いずれあの、これでですね、そのこの一連の中で、もし本当に犠牲者が出たということでありますとです、ね、これ、さらに深刻なんですね、事態が。でこれが単に,単にですね、ね今日言ったように、自分の答弁をかけあらさないために、 やって文章でやったで、家計を改めて、近畿財務局にこういう作業を命じて、勝つまた犠牲者がでまで出たということはです、ね、これ、よほど深刻に受け止めないかと思いますね、ここは。財務大臣、どうですか、そこは。あそう財務大臣。これは近畿財務局の資料がほとんどのものですけれども、うん、それを国会、 の対応ということがしたる業務になりますんで、それに従いまして、本省における理財局において、近畿財務局としていろいろ書き直し等々をさせたというのが背景だと思っております平野達夫君あの、いずれ国会としては、ですね、まだあの買い付け決議書、それからあと売り払い決議書、これの提示を求めてます。これからもう一回お聞きしますけれども、どうされますか、財務省は。 小谷財局長あの先ほど来、委員からご指摘いただいてますように、そのときの原本というか、紙そのものは、基本的にはもはや不可能なんですが、内容的にはこれが書き換え前のもの、原本のものだというもので、まあ、事実上は提出をさせていただいているんですが、それも含めて、対応も含めて、あのご審を受け、きちんと対応させていただきたいというふうに思います。 平野達夫君きちんと対応っていうのはです、ね、これからちゃんとあのきちんと答えていただきたいと思いますが、少なくともです、ね、国会に出すときは、なぜ要するに書き換えが起こったのか、そしてまたあのどういう経緯でこういうふうになったのか、そういったもののセットで、今、代わりの文書をこういう文書で出さなくちゃなりませんという意味で、売り払い決議書、それ貸し貸付け決議書っていうのはやっぱり出すべきだと思いますけれども。 それはそういう理解でよろしいですか大谷財局長委員のご指摘はよく分かりました、おっしゃることを踏まえて対応させていただきます平野達夫君。私が申し上げたいのは、ですねその捜査がいろいろあると思いますよ、国会にこういう文書を出したんですから、財務省は国会に対してまず理財局が一義的にですね、 一日も早くなぜこうやったかということを、詳細にとにかくね、説明する義務があるんですよ。その責任をね、こうずっと,と答弁聞いてるんですけどね、感じないのね。この,この文書の出し,てし出したこと、国会にね、出してしまって、あとは再発防止と再発防止ももちろん大事ですよ。だけど今、国会はずっとこの売り払い決議書と貸し付け決議書の提示を求め続けてるんですよ。 それに対して、まずね、この国会に対して、出せないという状況に対して、やっぱりこれは何らかのやっぱりコメントも惜しかったと思うんですけれども、そこの一日も早く出すという、その決意をね、捜査がいろいろ影響あると思いますけれども、国会に出すということは国民に説明するということでもありますけどね。そこを早く進めていただきたいと思います。大大臣臣もう一度ご答弁をお願いしたいたますか麻生大務大臣 今、ご指摘の点を、先ほど、おおたわが答弁をさせていただきましたけれども、ご指摘踏まえて、対応させていただきたいと思います平野達夫君あの。いつまでっていうふうに答えられないっていう、それも理解しないわけではありません、先ほどの,あの西田委員に対するあのご答弁の中にですね、しかし少なくとも国会に対しては、やはりある一定のはやっぱりスケジュールっていうのをやっぱり示していただいてですね、 とりあえずの中間報告でも何でもいいです。その中間報告でも何でもいいんですが、売払い決議書と貸付決議書については国会へ出していただきたい。そこにプラスして、なぜそういった経過っていうのがあったのかっていうのをセットとしてですね。そうでないと実はですね、国会としては売払い決議書、貸付決議書についても何の議論もできないんです。こ,、まあ、これ出てきたのはた、ただの比較表ですから。 比較表で議論しろってわけにいかないでしょうう財務省としては。国会に対して今求めて,求めていることに対しての、売り払い決議書と貸し付け決議書については、原本はないんだけど、それにものを出さないとダメですよ。そうでなかったら、私、あの今、あのまあ、与党の立場で立ってますけども、国会の審議はできないと言われてもしょうがないですよ、これは。出てきてないんだから。正式に言いますとね、 二十九年の五月の段階からもう出てきてないんですよ。その文章は。この状況を早く是正しないと。そのことだけは、ちょっと強く申し上げさせていただきたいというふうに思います。それから、あとですね、日大委員もいろいろお聞きしましたけど、私もう一つゲせないのは、三月の八日にですね、またこの同じ文章を出してきたわけですよ。国会に。 財務省はその段階では、すでに少なくとも事務局は、これに、これはもう本物の文書でないということについての確証を得てたはずですよ。そ,そしてまた国交、国交省からそういう文書も出てきてる、なぜそれでもかかわらず、なんか言い方はなんか国会、国体から言われたからこの文書を出したという言い方なんだけど、これ出してきたのか、これが消せない、もう一回これ、説明していただけますか。財長 あの今ほどのお話はあの、私どもとしてはこういうふうに承っております、5日以降、先週でございますが、近畿財務局に原本があるか否かというお話があって、一部の議員の先生方が実際に現地に行かれまして、近畿財務局で保管をしている紙のコピーの売り払い決議書を入手をされました、それが私どもが以前、国会に提出をさせていただいたものと、 あの私どもが提出させていただいたものは、長所の部分がある意味で白いというか、何もチェックというか、そういうものがなかったんですが、近畿財務局の紙の原本をコピーされると、そこにはチェックというか、こういうものが、手書きのものが入っておったんで、これは今まで国会に提出したものと、その近畿財務局の原本のものが違うのではないかと。 それを野党の先生がでしたけれども、そういう話があって、その2つが違っているなら、その2つのものを出せというご指示がございましたので、それで私どもは、近畿財務局が保管されている委員のあの議員の先生方が行かれたときのものの紙のコピーと、それから以前、国会に提出をさせていただいたのは PTF だったんで、それを2つ提出をさせていただいたということでございます平野達郎君、まあ、あの西田委員が言いましたから、繰り返しませんけどね。 ここのときの議論は別にね、印があったからどうとか、野党の議員が、どの議員が言ったのか、それは確かにあったかもしれません。だけど、審議でずっと議論になっているのは、この文章の信憑性についての一連の要するに議論の過程の中ですから。で、私はあのこの文書を出したときは、やっぱりこの文章がやはり本物なんだなと、そういう意思で出したんだなと受け取ってしまいました。でその後一転して、 あれだけけの書き換えのき文章が出てきたわけですよここはね、先ほどの,その財務大臣にも挙げてなかったっていう、国交省のペーパーをね、財務大臣にも挙げ,挙げてなかったっていうことだったんですけれども、危機管理という意味も含めて、対応は非常にまずかったと思います。与えなくてもいい5かよまた与えてしまったんですよ。不信感を増幅させてしまいましたよ、ここは。少なくとも、事務方は、 その段階では、この文章そのものについての正確性といいますか、信憑性というかし、信頼性については、もうかなり疑問をつけ,られるつける状況になってたわけですから、それをあの時も、何も一言も触れないで、ただ文章を出してしまったと、これは本当にやっちゃいけないことを、またやったと思いますよ、これは。それでですね、 あの財務大臣にちょっとお聞きしますけれども、今のこの買い付け決議書売り、売り払い決議書、書き換えたものをそのまあ国会に提出したということに対しての国会審議に与える影響というのは、どのように、えー、理解されているでしょうか。 今の話を言うと、これは先日の報道を受けて、国会の審議の中で大きな問題になったことを受けまして、私どもとしては、あの電書を上げて、こう調査を,しをさせていただいております。でいろいろ 前々からの答弁で申し上げておりますとおり、職員への聞き取りっていうのは、これ、なかなか今、捜査中ですんで、誘導尋問するんじゃないとか、いろいろ言われておりますんで、なかなかしにくいところなんですが、いずれも文書の確認を行いました上で、捜査当局などへの協力もいただいて、私どもは調査を実施させていただいた結果、昨年の2月下旬から4月にかけま,かけましての、 本省理財局において、森友事案に関するいわゆる複数、まあ、14件の決裁文書の書き換えが行われていたということが明らかになり、私どもに3月の12日の日に国会に報告をさせていただいたというのが背景であります、で決裁文書を書き換えるということになったことは、これは極めて有識的なことになんって、私どもとしては深くお詫びを申し訳ないならないと。 いうことを先ほど申し上げたところであります。い以前いたしましてもあの説明責任を果たせるように今後とも大務省を挙げて引き続き最大限努力をさせていただきます。平野達夫君、まああの私もこの会議会前の文書を見たときはですねす、最初は驚いたんです。だいたいずっと読んでいくうちに結果的にまああの国会審議でやったことを。 をそのままの答えてていいるることを全部書いてるんですねだから私もこれ、西田委員とちょっと同じなんですけど、その時の当初の判断あったと思いますよこのまま出していった方がよっぽどよかったと思う。これは本当、痛恨の判断のミスですよ、残念ですよ。ただ、担当者にしてみますと、ね、いろんな疑心暗鬼を生んでうろうりしたのかもしれませんね。だけど、なんだこの中の文書の中で、つつかれても、 最終的にはきちっと答えられることばっかりなんですよ。a k f 人の記述についてだって、今、マスコミを案内取り上げてますけれども、先ほどに取った言ったとおりです。籠池さんが言ったということを記述しているだけですから。ただ、近畿財務局の職員にしますとね、やっぱり籠池さんという、ああいうパーソナリティーの人にとってぶつかっちゃって、すごい大変だったと思います。 大変で大変でね、なんで私はこんな人間に沸騰と申し訳ないですけども、すごいこと言われてますから、実は私もね、農水省に行ったときに、あの、現場で用地交渉何回もやったんです。相手次第でむちゃくちゃ大変です、これは。籠池さんがどういうふうに結果かは分からないですけど、このやったときにね、近畿沢務局くこんなことでね、これをやるから配慮するとかなんとかっていうんじゃなくて、 一種の私らこんな苦労してますよっていうペーパーなんですよね。よと、私は読みました。だから結果的に見たらね、これは、ね、本当ね、最初から出してたのがよっぽどよかった、ここんななにならなかったんだよ、これ。しかし、その一方でね、これだけの書き換えの文章を細かく細かくこういうふうに書いてるところを見たときに、一般的にはね、私も当初思ったのは、役所ではできないとも瞬間を思った。 それが役所だけでやるということになるにはです、ね、本当に詳細なというかです、ね、きちっとした説明、やっぱり佐川さんからやっぱりきっちり、私はたぶん財務大臣、聞いたと思いますけど、まあ、勝手に推測ですけどね、ただ聞いたということは言えないと思いますから、捜査上の問題もありますから、佐川さんはじめ、観光課の関係、佐川氏はじめ、関係職員からは、そこのいきをきっちり説明しない限り、 役者だけだったという疑念はこれ、払拭できません、これをこれからどのように対応していくか、どうでしょうか、財務大臣、麻生財務大臣。この今回の決裁文書の書き換えというのは、これは国有、まあ、国会、先ほど申し上げましたように、この国会対応ということを行う関係上、 これは財務省の、いわゆる本省の理財局において行ったものであって、これは外部からの指示で行われたということはないと、そのように考えております平野達夫君、まああの。いずれそこの動機、それから私はやっぱりどうしても一般的には、ですねこれ大学のことを役所の人間がやれないっていう通念がやっぱ広がってますから。 ここをどうやって解消していくかというのは、時間がかかっても何でも、いずれも捜査が終われば、このへの事実も全部明らかになってきますから、その中で明らかになるということなんですが、その間、私は国会としてもですね、にも説明できるものはぜひ説明していただきたいというふうにえ思います。で、その上で、私も一言だけですね、の私の意見として申し,上げ申し上げさせていただきますけれども、私はこの事件で、国会の中継を見てたときにですね、非常に印象に残ったのが、 池さんの,あ,の風発言ですあれはですね、あの時思ったのは、これはあそこにゴミが出てきたから、ゴミを撤去する費用を差し引いて、その費用を差し引いてゴミを撤去したということで、価格設定したわけですね。あれを神風と言ったのはですね、籠池さんはどういう見積りで言ったのか分かりませんけれども、 この契約上、残念ながらこのゴミの撤去をこう確認する仕組みになってなかったっていう問題はありますが、本人はゴミを撤去する資格の意思がなかったのかなというふうに思っちゃったんです。本当にぎっちり詰めてればですね、紙風じゃなくて、あれはあそこの中にゴミが出てきましたから、そのゴミを撤去するっていうことに対して、それ相応のやっぱり、責任とやっぱり、その、これが何をするかっていうことを意識がないとダメだったと思うんですね。 それをマスコミも一切伝えない、あたかも神風がですね下げたように下げたように伝えてるわけです。しかし実際には、これは西田さんも言ったように、ここの部分についての、あの下げた部分については、掘削費用、処理費用として見た部分ですから、これが神風なんかになりようがないんですよ。もし神風になるんであれば、そこの部分に対して意図的になんか下げたという、 立証がなせらなければならない。で、会計検査院は、ちょっと私はここ、西田さんのちょっと見解とちょっと違うんですが、不当事項ではないというふうには、一時取り上げたと言いましたが、私は文書を入れ替え会計検査院はぎっちりと検査しています。かなり精緻な検査書、報告書を出していると思います。正確に言いますとね、忙しすぎてバックを検証するバックがなかったということなんです。だから その十分な調査ができなかったということで、不当事項を出すためには、ね、バックがないと不当事項も出せないんです、でそれぐらいあのときは、ね、短期間の中でやったっていう、致、まあ、しかいた方がないっていう、そういう報告書だったと思います。で、ここはあの国交省も実はいろいろ反省するところあると思いますけれども、少なくとも意図的にその価格を下げたっていうのは、報告書の中では全く見て取れないんですね。ある,あのある材料の中でいいろろ知恵作ってだけど 地下に埋まってるし、危機感もないから、思い切ってばーっとこう推測してやったっていう点は、私は否めないと思います。だそういうところもです、ね、これからね、髪風発言するときはですね、きっちりやっぱりあのあの配慮して発言してもらわないと、これは一方的な報道にちょっとなってるっていう気がするということは、意見としても私もちょっと言わせていただきたいと思います。でここの根本のところでね、もしね、価格が、査定がもうちょっとぎっちりしてれば、実はこの問題、もう一つはね、 ここの査定の,その価格の最終的に1億3400万にしたというところについて、根拠さえしっかりしていれば、また国会の議論もまた大きく変わったというのも、ここも実はちょっと残念なところではあります。会計検査院はそこについては、大丈夫ですという報告書を出せませんでしたから、ただ同時に、3か月、4か月、損害賠償もかけられている、あの期間の中で、ものすごい時間の中で、危機財務局の職員は、いろいろこう知恵出しながらやったというのは、私も現場の感覚でいうと、 おり小招待で状態で話するわけじゃないんですけども。わかります。だからといって、そのああいう、あの、あの、なんて言うんでしょうか、数あの、あの。なんて言うんでしょうか、すべてが、すべてが。その、かかごまで含めてですね。精緻な、そのバックを用意してなかったという部分については。やっぱり、これは一定の、やっぱり反省、かなりの反省はやっぱり必要だということは。重ねて申し上げて、えー、行わなければならないというふうに。はいえー、思います。それから、あの、最後に。 えー、うん書き換えについてですけどでどね。最後にもう一点だけ確認しておきますけれども、財務省としてはこの書き換えの問題が確実にあるというふうに認識したというのは、いつの時点というふうに言えばいいですか、思えばいいですか。大谷財局長 お答えを申し上げます先ほどの西田委員、それから今の平野委員から大変厳しいご指摘いただいたのを重々承知をしてますが、調査を始めて、もちろんいろんな情報は手にあの入ってきました、入ってきましたけれども、最終的にわれわれとして、やっぱり調べた上で捜査当局のご協力もいただいて、それを確認できた時点で、事実が確認できたというふうに思っております、そういう意味で、10日の日がわれわれとしては、本当にこれで確認できたと思った日だということに私は思っております。 あの達也くん、あの実は佐川氏はですね、私が民主党時代の復興大臣の直属の部下です。まあ大変厳しい時に一緒に仕事しました。だ彼の仕事ぶりっていうのは私大変評価してますし、えー、この事件にかかってたというのはいまだにちょっと信じられない面があります。ただ今あの太田局長はですね、そういう最近だということになりますけど一方で財務省の中では。 書き換えをやったっていう、その職員がずっといたし、いたしその事実を知ってた人がずっといたということですよね。これは組織のあり方そのものもですね、ものすごいやっぱりあの大きな問いかけがされてるというふうに思います。これは西田さんが財務省の体質の問題だって言いましたけれども、そう言われてもしょうがないですよ。そういうことがね、出てこないという体質だったんですよ。 こういうことをやりましたということを言ってくる人がいなかったということだから、そうなんだけど、その結果としての一方で、もしこれが事実だとすればあれなんですが、自殺者まで出てしまったということについては、猛省の上に猛省重,重ねなくちゃならないし、そして繰り返しになりますけれども、国会には嘘の文書を出したんですから、ここの背景説明は国会にまず一番最初ぎっちり、そして国民に検察に、捜査もさることながら、で早く。 説明してくることをこの件に関しては重ね重ね強く要望を申し上げておきたいというふうに思いますまだまだいっぱい言いたいことあるんですが tpp についてもお伺いしなくしたなりませんあの tpp113 月8日調印をいたしましてこれからこれの発行に向けた審議を国会でもやっていくというふうに思いますが総理にお伺いしますけれどもこの tpp11 の,この 意義ということについてですね、えー、お聞かせいただきたいというふうに思います。安倍内閣総理大臣、まあ TPP の意義について、えー、ご質問がございました。あのまあこの TPP はですね、単に関税をされるだけではなくて、テクノロ財産の保護、環境労働規制、そして国有企業の競争条件の規律など幅広い分野について21世紀型の自由で公正なルールを アアジア太平洋地域に作りり出すすものであります良いものが良いと評価される高台のマーケットが生まれ、品質の高いものをこしらえてきた我が国の農業者や中小企業にとって大きなチャンスであると、こう考えています。昨年1月に米国が TPP からの離脱を表明した後、一時的にモメンタムが失われかったわけでありますが、昨年の7月の 昨年での会合以降、日本が議論を主導して、立て直しを行い、わずか半年の交渉で3月8日に証明に至ったところであります。茂木大臣が閣僚会合で共同理事長を務めるなど、各国間の意見の調整に、調節を当たりましたが、私自身も節目節目で、欧州、ベトナム、メキシコの首脳などと、調節、話を行いました。そしてて、合意に向けてリーダーダシップを 発揮することとができたと考えておりますこうした日本の主導的役割に対しては、TPP11 署名式に先立,つ先立って行われた閣僚会合において、す、ま、べ、あ、ての国から謝意が表明されたところであります。我が国としては引き続き、TPP11 の早期発効に向けて、主導的な役割を果たしていく考えでございます平野達夫君。 あのこの TPP はもともとアメリカが入った12カ国で、えー、締結をするということを目指しまして、えー、一旦は12カ国で締結したんですが、残念ながら、えー、トランプ大統領がやめると言って、えー、撤退をしてしまいました、でこの TPP11 でこれが発行しますとか、これ、できるだけ発行した方がいいと思いますが、まあ、最低6カ国の批准でこれ、発行するということなんですが、 ちょっと私は気になるのはあ、農産物であります、土地利用型農業につきましてはです、ね、これはあの前の国会のときにもちょっと申し上げましたけれども、かなり上手につきまして、麦についても米についても砂糖についても、国内の生産にはほとんど影響が出ないという仕組みをしっかり導入してます。で、気になるのはね、牛肉なんですね、で牛肉は今の、今の牛肉の輸入っていうのは、あのアメリカ産と米国産が輸入入の、で、 ほとんど占めていますで一時、アメリカで BSE が発生したときにどんと落ち込んで、豪州産の牛肉がどっと入ってきてです、ね、そこからあのアメリカ,アメリカのアメリカは一生懸命努力しながら、多分努力したと思いますけど、その牛肉のシェアを戻してきました。で、えー、今これ発行してきますとですね、 タイゴーシューさんは実は日後 EPA ですで、ね、にも下がるプロセスに入ってるんですが、11、TPP11 に出ていますと、さらに下がるプロセスに入るわけですね。アメリカの牛肉業界は、なかなかこれ、黙ってないだろうなというふうに思います。で、その時にアメリカが2国間というものをですね、やっぱり持ち出してくる可能性も、これ、排除できないと思うんですね。しかしか私は 今回、もともとこれ、TPP はです、ね、12カ国が入って、12カ国で共有することで、効果も非常に大きいというふうに理解してますし、えー、安倍内閣の姿勢としては、あくまでもアメリカからそういうものが来たときについては、12カ国に入ってくださいということで対応するというふうに理解したいと思いますが、茂木経済産生担当大臣。 えーまあ、TPP11、3カ国のさまざまな利害関係ありまして、率直に言いまして、苦労しましたあの、まあ、それを綿密に調整して、まあ、作り上げた、まあ、ハイスタンダードかつ、まあ、バランスの取れた、い、ま、わ、あ、ばあのガラス細工のようなです、ねえー、協定でありまして、そこの中で一の,のみをです、ねえー、取り出して、再交渉する、さらには、えー、変えるということは、えー、極めて困難である。 これが11カ国の共通認識でありますそのことは、地理においてもです、ね、改めて確認をさせていただいたところでありますが、地理での署名式において発表されました閣僚声明にあるとおり、 まあ11カ国として、まずです、ね、この TPP11 の早期発行に全力を挙げる考えでありまして、TPP11 協定が発行した後、つまりこれは6カ国、もしくはです、ね、この半分以上という形になるわけでありますが、新たな国、地域が加入する場合には、締結国すべての同意が必要ということになるわけでありまして、いずれにしましても我が国としてですね、 基本的にこの、えー、TPP が発効した後これを拡大していくと、まあ、いうことについてはです、ね、大きな方向として、えー、賛同しておりますが、まあ、その上で、なかなかこれは米国であれ、どこの国であれです、ね、この、えー、協定そのものをです、ね、見直すということは極めて困難であると、また、国益に反するようなです、ね、再交渉はしないと、えー、こういうつもりでおります平野達夫君。 まああのもしアメリカ、米国に言うにしても、今の11の枠組み、9、もともと言えば12でやったわけですけれども、12の枠組みの中で入っていただくということを求めるという、うまあ、それは基本姿勢だというふうに理解をいたしました、それからアメリカに対して、続いてきましてはです、ね、もう一つう、気になることがございます。あの 鉄鋼アルミについてですね、えー、制裁関税をかければ、要する輸入制限をかけるということを、トランプ大統領があもう決めたということであるらしいんですが、まあ、これをやっていきますと、例えば、あまあ、日本がその対象になるかならないかという問題もありますが、あやっぱり中国、e、EU、と他の,その制裁関税を課された本はですね、 交付関税を課すというような状況になりますと、これはもう WTO の枠組みそのもの自体にも脅かしかねないという、かなり深刻な、あの深刻というかあの、事態になってくるのではないかなというふうに思います。で、今、これからです、ね、アメリカとはこの件に関して、どういう姿勢で、何をこれがアメリカに訴えようとしておられるのか、この件についてお聞きしたいというふうに思います。 世耕経済産業大臣。 アメリカのです、ね、通商拡大法232条というものに基づいて、鉄鋼、アルミの輸入に対して追加関税を課すということになったわけです。でまさに今、平野委員ご指摘のようにです、ね、そういうことが行われると、アメリカからあぶれた鉄鋼やアルミが、これ、ほかのマーケットへ回っていって、市場が混乱する、さらにそれが回ってきた各国が、今度は自分のところでセーフガードを打ち出したらです、ね、これはもう多角的貿易体制が崩壊してしまうわけでありまして、そういう意味で私、先日、 Yeah. ライトハイザー、USTR、通商代表にですね、強く遺憾の意を申し入れてまいりました。で、今回のこの発動はですね、いわゆるガットの安全保障例外というのを根拠にしているわけでありますけれども、であるならばですね、この同盟国である日本の鉄鋼やアルミが、アメリカの安保に影響を与えるわけはない、これは EU も同じ思いだと思いますけれども、日本を除外することということもですね、強く求めてまいりました。で、このことの本質はですね、確かに、 鉄鋼の過剰生産で、非常にアメリカも苦しい状況にあるというのは事実、そこはよく理解をいたしますが、ことの本質はやっぱり過剰生産している国がある、そこに国の補助金なんか、公的補助金なんかがバックで入っている。そそしてその その国からあぶれた鉄鋼がですね、いろんな国を迂回して世界を流れている。これが本質でありまして、こういった問題に各国が連携して対処していくことこそがですね、この問題の本質を改めることにつながるということ。この辺もアメリカにも強く申し上げました。また今委員おっしゃるように、対抗措置の応酬なんてことになったらですね、これはもう自由貿易体制の崩壊であります。ブルルッセルでマムムストローム欧州委員ともお会いしましまたそのこともです、ね EU ともしっかりと議論をさせていただいているところであります平野達夫君。な何としても、これがあの自由貿易体制のにひびが入るとかですね、あるいは WTO 体制のにひびが入るというようなことがないように、これの総理もぜひ、えー、ご努力を願いたいというふうに思います。で最後になりますけれども東大震災 でありますが、まあ、先般70年の追悼式を行いました岩手県でも県主催は宮古市で行ったんですが、まあ、8年目に入るということでありまして、えー、復興がかなり進んだという面がある一方でさまざまなやっぱり問題も出てきています。 で私があ復興大臣、前の予算委員会でも申し上げましたけれども、お人口減少社会ということを十分に入れないまま、その計画を作った面があって、縮小すべきところは縮小すべきだというところが十分でなかった面があったということは、前に予算委員会でも、安倍総理の出席の時ときに申し上げたかったと思いますが、現実今、今、復興が進めている反面。 高台転とかなんかで用地ができたところの用地の使用先がつか、あの住宅の再建が進まないとかですね、そういった空き地問題も出てまいります。そういった新しい問題にもですね、しっかり向けながらですね、復興に引き継ぎ、この加速化に向けて取り組んでいただくことを心からお願い申し上げたいと思いますし、福島につきましてはですね、これは本当にあの、最後まで、 国が責任を持って、これ復興をやるという、その体制を作ってくださることをですね、作らなければならないということを申し上げまして、私の質問に変えさせていただきたいというふうに思います。以上で平野達夫君の質疑、次に横山伸一君の質疑を行います。 横横山山一一君公明党の横山一でございます私からは、この森友の決裁文書問題について取り上げさせていただきます。3月2日に新聞報道によって、各界の疑惑が持たれて以来、本予算委員会では、この決裁文書の提出を求めてまいりました。しかしか 8日に財務省から提出された決裁文書のコピーは、まあ、すでに公表済みの文書と同じ内容であるなど、財務省の対応は誠実とは言えないものでございました。そのわずか4日後の12日に書き換えの事実が明らかになりました。しかも5日には国交省から連絡があったにもかかわらず、この 十二12日に閣僚の事実を明らかにした。この間、8日には参議院にこのコピーを停止しているわけですから、これほど国会をなめた話はありません。国会は国民のものですから、財務省は本当に国民をバカにしてる、まさにそういう行為だった、それがこの4日から12日の間の出来事でございました。本来であればこの 次期の参議院は予算審議の真っただ中でございます。ところが、国民生活に直結する平成30年度予算案、それ,それとは直接関係のない、この決裁文書の書き換えという問題を取り上げなければならない。国会審議を無用に混乱させてきた財務省の責任は重大です。まず、冒頭このことを申し上げておきます。一連の報道を見聞きをしている国民からすると、 このような大それたルール違反、これを財務省理財局だけの判断でできるのかという疑問を持って当然だというふうに思います。もっと別の力が働いたんじゃないか、あるいは上からの指示があったんじゃないか、まあ、こう考えるのが普通だと思いますけれども、この点、どう考えか総理にお伺いいたします。安倍内閣総理大臣あのまず経緯について 財務大臣から答弁させました、その上でお答えをさせていただきたいと思います麻生財務大臣。これ、財務省といたしましては、これはもうご存じのように、国有財産のいわゆる管理処分というものに関しましては、これ、たびたびご答弁をさせていただいておりますが。 相手がどのような方とかどのような機関とかいろんな表現はあろうかと思いますがそれに関係なくこれは法令に基づいて行ってきているというところでありますで、書き換えられる前の文章を見ましても政治家の側等々の名前がいくつか挙げられておりますけれども不透な働き方があった旨ということが記されているわけではございませんでした。で書き換えが行われれた経経緯緯や目的的にににつついいいててはははこ最終とうものの経緯等については これはいわゆる調査結果を踏まえる必要があろうとは存じますけれどもこの本書の書き換えの件は昨年の2月下旬から4月等々のにかけて国会対応を担当する当時の理財局の一部の職員が行ったものであろうと想像化されるところでありまして書き換えられた文言というものを見る限りにおきましてはこれまでの国会答弁主として佐川です。 も佐川の国会答弁に誤解を受けることにならないようにするために行われたものだと思って、不当な圧力がとうとうにということではないと思っております安倍内閣総理大臣。経緯につきましては、財務大臣から答弁したとおりでありますが、いずれにせよ、えーまあ、今回のこの一連のお書き換えについてですね、えー 行政全体に対する信頼を揺るがしかねない事態になっております。行政の長として責任を痛感しております。改めて国民の皆様にお詫びを申し上げたいと思います。そして、今回、国民の皆様から厳しい目が向けられている、このことをです、ね、しっかりと真摯に受け止めながら、捜査に全面的に協力をしていく、これは当然のことでありますが、とともにですね、なぜ、 こんなことが起こったのか全容を明らかにするためにしっかりと調査を進めていく麻生大臣にはその責任を果たしてもらいたいと思いますその上ですべてが明らかになった段階において二度とこうしたことが起こらないようにまあ信頼の回復に向けた組織の立て直しに 全力を挙げてて取りり組んでもらいたいたと考えております、まあ、今後とも国会審議の場などを通じて、しっかりと説明責任を果たしてまいりたいと思います横山伸一君あの。違法性の有無は今後の捜査によって明らかにされることだというふうに思いますけれども、私はあの本当に不思議に思うんでありますが、まあ、これほどの決裁文書の書き換えというです、ね、まあ、これほどのまあルール違反に対して、 その一部の職員という、まあえー、ふうに財務大臣も説明をされておりますけれども、まあ、1人の人間の仕業ではなく、まあ、一部の職員でということになるわけですが、まあ、これほどの,その重大な行為に対して、まあ、複数の職員が関わっていたとすればです、ね、なぜ止められないのかと、こっちの方が不思議に思ってしまいます。理理財財局局長長これれどうして止められなかかったんです大 あのおっしゃることはよくわかりますその上で、えー、今、誰がどういうふうに関与してこういうことになったかということは、まさに調査をしているところではありますが。 あの委員のおっしゃるとおり、基本的にこれはああの仮に上がいて、えーまあ、下の職員がいたとして、上が仮にそういう指示をしても、下の職下って言うと言い方悪いですけど、ポストとして下の職員が、いやいや、そんなことをしたらやっぱりだめだということがならないといけないし、ただ、その上があものすごく強くて、強くてっていうこともあるんで、そこのところをよく調べたということですが、いずれにせよ、組織の問題であり、あるいはその時の出てくる個人、固有名詞の問題と。 そういう面もあると思いますが、それは本当に徹底的に調べ、あるいは徹底的にそのことの海みを出さない限りあ、二度と立ち直れないというふうには思っております横山真一君、まああの。理財局の中ではです、ね、まあ、あの財務大臣もあの3月12日のぶら下がりでも、財務省、理財局からの指示で会見が行われたというふうに答えているわけですから、まあ、理財局の中ではですね、まあ 誰の指示でやったのかということはもう分かっているはずなんですね。で、えー、まあどういう系統でというかですね、まあ決済の流れって基本的に仕事の中であるわけですから、まあそういう意味ではその誰の指示で書き換えを行ったのかということはもう当然分かっているというふうにも思います。まあ少なくともまあ佐川さんは知ってたというふうに思うんですけれども、財務大臣どうですか。総財務大臣。 誰がと言われると今の段階で特定のいわゆる人の名前を申し上げられる段階にはないんだと思いますが最終的に書き換えの経緯等についてはこれは今やっております調査結果を踏まえる必要があろうと思いますんでちょっとこれは今の段階で誰がということをお答えは差し控えさせていただきたいと思いますがいずれにしてもし。 この進行中であります捜査というものに関しまして、私ども、これ、全面的に協力するとと,ともに、あの財務省としては引き続きさらなる調査をさせていただきますんで、その上で私どもとしては、これはきちんと戦闘、信頼回復ということにつながらんと思いますんで、そこのところはきちんとさせていただきたいと思っております横山伸一君まああの。組織としてというかですね、その理財局として、 まあこの書き換えという行為を止められなかったということは、これはですよ、もう少しこう、復元して考えると、決裁文書の書き換えっていうのは、日常化してたんじゃないのかというふうに思われてもしょうがない、また、報告のあった決裁文書以外にもやって,やってるんじゃないのかと、他にもあるんじゃないかというふうにも疑われてもしょうがないというふうに思いますけれども、理財局長、どうですか <laughs> 大田理財局長。 お答えを申し上げます今の状況下で、委員がおっしゃられていることにあの、委員の皆様方、国民の皆様方に納得をいただけるような状況ではないというのは重々承知をしております、その上で、えー、でございますけれども、あの今回あの、本当にそれはもう我々としても必死なので、必死に確認をして、最終的に捜査当局のご協力もいただいて、えー、提出をさせていただきました。 今回のこの書き換えについては、今回14件お出しをさせていただいたわけですが、我々としては本当にギリギリできるだけのことをやって、これで本当にすべてだと思っております。あの我々がまた至らなくてということをもう心配され、あるいは懸念を持たれるのは重々分かっておりますが、我々としては本当にこれですべて、事実関係については、少なくとも何があるかという事実関係については、すべてえ出せてるもんだと、あの本気でそう思っております。そういうういいこことだということだはあ あのご理解はいただけないと思いますが、私どもがそう言っているということだけはお聞きをいただきたいというふうに思います横山真一君。もう本当にこれで全てだと言いながら、今日もまた出てきたんですよ。ううよどうだよどうなったんだよ。私たちはね、まあ、あの野党とも対応もある、そういう意味では、財務省をある程度信,信用しながら、まあ、出てきたものに対してですよ、まあ、対応してきたわけです。 それを裏切られたんですからで、それで信用しろって言ってもですね、それは信用できない。なまああの先ほど来、話が出てますが、まあ、この出てきた報告書をあの、新しい書き換えの報告書を見ますとですね。 まあそのまあ、全体的には、まあ、今まで言われてきたこと、まあ、聞いてきたことと、まあ何ら変わりなく新しい、まあ、事実が出てきたというわけではありません、まあ、それよりもむしろです、ね、先ほど来、話に出ているように、むしろ全部出した方がよかったんじゃないのかと、まあ、むしろそういう内容でありまして、さまざ、あ、まな与野党の国会議員からのです、ね、問い合わせに対してもです、ね、面会しても意味をなさないとか。 価格についてはどうにもならないというふうに出てきてですね、むしろ現場ではちゃんとやってるじゃないかという、そういう事実の方がまがよく浮き出ている、そういう報告書でありますま。その、それなのにですよ、それなのに、なんでわざわざ削除しなきゃいけないのかということが本当にわからないまあことなんですけれども、その、佐賀さんがですね、 自分の答弁のためにやったという、その答弁とそごをなさないように書き換えたんだと、その答弁にそごをなさないように書き換えたんだという話が出ているわけでありますけれども、その当時、佐賀さんが理,理財局長だった、その同じ今、立場にね、太田局長がいて、同じその公務員として、 そのまあ、同じ立場としてですね、同じ官僚として、まあそのなんでわざわざまあ削除する必要があったのかということについてどう考えますか。大谷財局長。お答えを申し上げます。あの今ほどのご質問はあその私の個人の意見を言えというようなご質かと思いましたので、そういう意味では申し上げさせていただきます。あの。 私も去年の夏からこのポストで答弁をさせていただいております。あのやっぱり国会で答弁をさせていただくということは大変責任が重いですし正直に申し上げてものすごく緊張しているということは事実でございますただ、ただそういう中でだからといって、えー、自分があ答弁をしたあということとそれが誤解を招かないようにということで決裁書を書き換えるということはあ私としては どう考えてもそれはは結びつく話ではありませんあのやはり答弁をするのは大変あの私が至らないんですが大変なんですがやっぱりそれは一生懸命整理をして、えー、勉強をして、えー、その上でもちろんいあの発言をしても答弁をしてもなかなか 上手にできなくて、えー、理解いただけないということは多いと思いますが、それをまあやるのが私どもの仕事だと思っておりますので、そういう意味では、あこのことはあ正直に申し上げると、私個人にとっては理解ができないということではございます岡山慎一君。まあ、役人にとってもなかなか理解できないことだったということなのかもしれませんが、われわれにとってみると、なお一層分からないですね。 でこの結成文書と、まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、大臣の話の中で,です、ね、佐賀前理財局長の答弁との間にそごがあったから、誤解を招くことのないように書き換えたというふう,ふうに説明をされているわけですが、まあ、この説明の中にはです、ね、まあ、その答弁が先か、それとも書き換えに基づいて答弁したのかと、まあ、どっちなんだという、まあ、疑問が残ります。 まあ先にその2月下旬から4月に書き換えが行われたというふうに報告をされておりますので、あの書き換えの日時は理財局では分かっていると思うんですね、いつ書き換えたのかという、あるいはそのフォルダーの中をこう、ね、いくつもフォルダーをこう探していったらあるというわけですから、そのファイルを書き換えた、あるいはファイルを登録したその日時を見れば、まあ、そのことも分かるはずであります。 言ってみれば、その答弁が先か、書き換えが先か、まあ、これはあのファイルでまあ当然、今分かっていると思うんですけれども、まあ、あのこのことについて、どうですか大谷財局長。お答えを申し上げます。2月下旬から4月にかけて、書き換えをしているというふうにご報告をしております。で我々が 今、調べて、調べられる限りのところで、合句申し上げれば、あの、書き換えというのは一つの決裁文書について、ある一日をもって、えー、書き換え前と書き換え後が生じているというわけではないというふうに認識をしております。要すれば、何回か何回か、すべてではもちろんありませんが、何回か何回か、あ,ある意味で書き換えてきて、最終形といいますか、書き換え後のものが出来上がっていると。 いうふうになっているというふうに承知をしております。要すればあ,あの2月下旬っていうのは、あの2月15日に初めて、えー、この件について国会で質疑があった時ですから、まだ非常に割と最初の時期でございますし、3月はあ相当多く議論があった時であります。要すれば2月から3月にかけて、3月の方があもちろん審議、日にちも多いですし、審議なんというか時間も多いんですが、その、お 答弁があって、それを、おとの関係を考えて、えー、こういうことをしていたというふうに考えられるというふうに思ってございます横山伸一君あの、まあ。一つ一つね、佐川さんの答弁とその書き換えの日常を、まあ、明らかに今すべきだと思いますけれども、で今の説明ではで、すね、っとよく分かんない、まあ、答弁が先か、それとも書き換えが先かは言えるんじゃないですか。 お答えを申し上げますあのぴったりということではないと思いますが、というのは、答弁あるいは国会での議論をある程度先まで読んで、あるいはこういうことがありそうだということも含めて、という面もあるかもしれませんが、あのどちらが先かというのをどちらかと言われれば、それは答弁が先だということだというふうに認識をしております。 そう言ってくれればいいんですね、に答弁が先だったということをだということであります、まあの。質問を変えますけれども、えーまあ、現在ですね、まあ、財務省内で、えー、調査がまあ引き継ぎこなわれているわけでありますけれども、まあ、の今回のことによってです、ね、国民の多くは財務省を信頼できなくなっているということであります。でえー 理財局の責任だと言っている以上です、ね、すで <coughs> に財務省は全容をある程度把握しているんだと思うんですね。もちろん、その知見の調査は続いていますから、その調査に全面的に協力をしなければなりません。しかし、国民の信頼を失っている以上です、ね、この理財局自ら明らかになったことはどんどん国民に明らかにしていく、そういうことが必要じゃないかと。 そう、財務大これはあの、もともとこの決裁文書というものを書き換えるというようなことは、これは誠に由々しきことなんであって、これは甚だいかんと、これたびたびあのご答弁申し上げ、お詫び申し上げたところであります。 今後、この進行中の捜査にこれは当然て全面的に協力するのは当然なんでしてもこれは財務省として引き続きさらなる調査というものを進めさせていただいてこの信頼回復に努めていくというのは必要なことなんだと思っておりますがあのいわゆる書き換えというものが当時の本省の理財局のまあ国会答弁担当対応する職員ということになろうかと思いますが。 どの職員がどの程度関与したかということの調査にも、これは当然ながら着手をしておるんですが、しっかりとこの調査を尽くす必要があろうと考えております、従いまして、捜査当局によります捜査への影響というものも十分に配慮をしないといかんところだと思いますが、ご指摘を踏まえて、できるだけ速やかにこれは対応していかねばならん。それをもって信頼回復に充てねばならぬと思っております。横山一君 はい、国民は注目しておりますので,です、ね、まあ、ぜひそれを実行していただきたいと、誠実に実行していただきたいというふうに思います。あの3月2日の予算委員会におきまして、我が党の小泉議員の、えー、行政文書管理の質問がございました。まあ、その梶山大臣はですね 公文書を扱う職員一人一人の意識をより一層高めていくことも重要なので、各府省職員向けの研修の充実を通じて、ルールの徹底を図るというふうに述べておられます。まあ、あのこの問題はですね、やはりその官僚のなんていうか、あの傲慢さというか、まあ、そういうことがこう見え隠れしてしまう部分があってですね。 でこのお、まあ、財務省だけの問題として捉えられるべきものではないというふうに私は思っております。でえーまあ、公文書の管理の運用というのは、各省庁に任されておりますので、まあそ,のおまあ、その公文書管理の希薄化ということも、まあ、背景にあったのかもしれません。 そういう意味では、この行政文書管理の在り方というのをしっかり職員に徹底をしていくということは大事だというふうに思いますあの。公文書管理法という法律がありますけれども、5年ごとの見直しがなされておりますが、今も見直しに向けて検討を行われているというふうに承知をしておりますが、これまでの見直しの結果というのは、不足を変えているだけなんですね。ですから、その本体の中身について触れられていない。 ましてや今回の事案のような、決裁文書を書き換えるなんていうことを全く想定していないですね、この行政管理法というのはですね、そういうことを考えると、この法律の見直しも含めて、しっかりと今、取り組んでいかなければいけないというふうに思うわけですが、一方で職員に対してどうするのかということについては、あの昨日の公聴会でもですね、え、ー 公述人の、まあ、意見陳述の中にありましたけれども、その、まあ、この公文書管理研修、まあ、しっかり、えー、やっていかなきゃいけないと。また、それの講師も足りないんだという、まあ、発言もございました。で、この公文書管理研修のお行政機関のです、ね、受,講受講者を調べてみると、これもう驚くべき数字でございまして、まあ、2013年が、 2. 2 2014年が2.4%、2015年が2.7%と、ね、ずっと2%台しか受講していないというです、ね、まあ、こういう実態もある、まあ、そういう <coughs> 実態を見てみるとです、ね、やはりその、この公文書管理の意識の低さというかです、ね、まあ、そういうのがまあ見えてくるわけであります。 そういう意味で、この前省庁が公文書管理の意義をもう一回捉え直す必要があるというふうに考えるんですけれども、梶山大臣、お願いいたします梶山博規制改革担当大臣今回の決裁文書の書き換えは、まあ、公文書への信頼を揺るがしかねない行為であり、誠、まあ、に遺憾に思っております。 公文書管理は現在と将来の国民に対する説明責任を全うする上において極めて重要なインフラであるとの認識を全行政機関の全職員が共有をし適正な管理を実践することが重要であります公文書管理の見直しについては昨年末に行政文書の管理に関するガイドラインを改正をいたしましたこれは今、委員ご指摘のように23年4月に 公文書管理法が施行され、5年の見直しを、えー、有識者、外部の有識者からなる公文書管理委員会のメンバーにしていただきました、そのご指摘事項が入ることと、あと昨年さまざまな事案があり、さまざまなご指摘がありました、それも踏まえて、えー、年末に、えー、ガイドラインの改正を行ったところであります、そしてさらに、まあ、行政文書の管理規則ということで、えー、今年度末までに、 外部の先ほど申しました有識者による公文書管理委員会でチェックを今行っているところであります、そして新年度からそれらを適用していくという今、作業を行っているところであります。ルールの見直しに加えまして、公文書を扱う職員一人一人の意識をより一層高めていくことも重要であります。研修の充実を通じて、ルールの徹底を図っていくことは極めて重要であると考えております。 具体的には先ほど研修の参加の比率のお話がありましたけれども、各府省において全職員が少なくとも毎年度1回、研修を受講さ,れさせることを求めることといたしました。他にも出先機関の職員等も含め、各府省のすべての職員が公文書管理に関する研修を受講できるよう、内閣府においてもまあいいランニングや、 サテライト研修の導入を進めているところであります、まあ、このほか、公文書管理の専門職員の育成を図っていきたい、また各市長における公文書管理業務を支援する専門職員の配置等についても、検討を進めるなど、公文書管理の質を高めるための普段の取り組みを続けて、改正ガイドラインの実効性を高めてまいりたいと考えております。横山信一君 はいまあ、あのここは非常に大事なところだと思いますので,です、ね、あのまあ、積極的に取り組んでいただきたいんですが、どうでしょうか、あの大臣あの、今回の事案を踏まえてです、ね、この公文書管理の,その在り方というか、まあ、この公文書管理法の,その内容が、今回の,その決裁文書の書き換えみたいなところまで含めて、まあ、見直されるのかどうか。 その点今の状況でお答えできることが。谷山担当大臣あの現在、財務省の事案についてはあ、調査をしているところということで、その推移を見守っているところでありますが、す、ま、べ、あ、ての可能性を排除せずに、えできるところ、努力をしてまいりたい、このように考えております横山伸一君。 あの最後の質問にしたいと思いますけれども、まあ、の総理にお聞きをいたしますが、えー、まあ財務省はまあ今まで,です、ね、えー、立法府と国民を欺いてきたということをまあ深く反省をして、説明責任をしっかりまあ果たしていただかなければなりません、まあ、そして今後、二度とこのようなことを起こさないようにしなければならない、まあ、そういう意味では今言ったようなその公文書管理のまあ研修なんかも非常に大事なんでありますけれども。 まあこの再発防止と合わせて国民の信頼をどのように回復するのか、最後総理にお聞きをいたします。安倍内閣総理大臣、あのまあ先ほど答弁をさせていただきましたが、国民の皆様はなぜこのようなことが起こったのか、こう思われておられるんだろうと思います。まあその意味におきまして、しっかりとこの疑問に答えていかなければなりません。あの捜査においてもちろん全容を解明するために我々。 全面的に協力をしていくところでございますが、同時に財務省においてもですね、しっかりとま調査を進めていくことが求められている。そのことについてですね、阿松大臣にその責任を果たしてもらいたいとこう考えております。その上で、やはり再発を防止をしていく、二度とこうしたことを起こさないようにしていくためにもですね、全容を解明する必要がございます。全容をまず解明し、そして その段階においてです、ね、こうしたことを二度と起こさないように、組織の在り方、先ほど委員がご指摘になったです、ね、文書管理について、果たしてしっかりと公務員の皆さんがそれを意識しているかどうか、2%しか実行していないではないかという重要なご指摘もございました。こうしした点も踏まえてて、ね、いわば行政全体として も、えょっとこうしたことは起こらないようにしていく上において、対策をしていく、そして、組織をしっかりと立て直していくことが求められている、そのわれわれ責任を果たしていきたいと、こう考えております横山伸一君、はい。以上で私からの質問をあります関連質疑を許します、矢倉克夫君。はい 公明党の矢倉夫です私からも、公務省の書き換え問題について。まあ、のことは、財務省をはじめ役所が国民の財産である情報をこう私物化してるんじゃないかと、その姿勢がまず問われているわけであります。もうこの問題が現実化した後も、私も議員の理事として、また、まあ、筆頭の国会対策副委員長として、さまざま厳しく、激しくやり取りはさせていただいたんですが、 やはり感じたのは、もう率直な印象としては、捜査を隠れ蓑のみして逃げていると、もう本当にそう思っております、もう2点目には、捜査中だから、捜査中だからと、もうこういうことを言うわけでありますが、確かに個人がこの刑法はじめ、交際要件に該当するかという、この刑事罰、これが課せられるかどうかの捜査権は重要なんですけど、それよりもまずですね、国民から財務省外、外、まあ、霞が関が、 信用できるかどうかということが今、問われているわけなんですよ。どちらが大事かという話ではないかもしれませんが、捜査だからこれをなおざりにしてはいいなんていう話では全くない。もうしかしですね、とにかく決裁後の書き換え文書であります、あのまあ、官僚による情報操作が考えられるわけでありますが、この国民に提供された情報が勝手に書き換えられた恐れも、これはあるわけであります。あってはならないことが起きた。 信用問題ですし、信頼されない行政機関、政治というのは、権力基盤としての基礎をなくしているわけなんです、もう国家の基とというものが、これは今、瀬戸際にある状態だと、もうそういう重大な事態であるということを、財務省はよく理解をして、真摯に対応していただきたい、もうとにかくですね捜査に最大に協力する、そのためには、 まだ出せないあるなんていう、出せないものがあるなんていう姿勢は、もう全く許されない。国民や国家をないがしろにしていると、もうこのように改めて強く申し上げたいというふうに思います。私もあの弁護士にさせていただいたことがありますが、まあ、確かに治験の方などに資料があった、まあ、その原本は出せないかもしれませんが、あのいろいろと協力してお願いをすれば、コピーはすぐ出してもらえる。事例はたまにあります、よくあります。 それなのに、まあ、3月6日にも、まあ、このような事例でというような形で、財務省から紙が出てきた、全力で上げてやります、もしかし紙の半分以下は、こういう事情があって出せませんという言い訳のような文章が出てきた。まあ、本当にですね、例えば、知見にしっかりとコピーでもいいから出させてくださいと、その時点でお願いしたのか、まあ、そんな努力もしないで、捜査中だから出せないなんていう姿勢は、全く隠れ蓑のに捜査を利用していて、やるべきことやっていないと。 このように改めて強く申し上げたい、ぜひですね、財務大臣、あのー、これは役所がどうかというようなことを、役所だけに任せていては、全くことは進まない、本当の意味での政治指導をしっかりとやっていかなければいけないタイミングであるかというふうに思います。財務大臣から、とにかく全部出せと、自分たちが丸裸になってもいいぐらいの気持ちで出すんだと。 その出す姿勢が信頼回復につながっていくと、それが政治家の役回りでもあると思いますし、それを号令していただくのが、今、非常に課題を直面しているこの国政のある意味、麻痺と言ってもいい、その状態から回復する上で第一歩であると思います、ぜひ財務大臣の強い支持をいただければというふうに思います総財務大臣。座っていいですよ。あの <coughs> これたびたび申し上げておりますように決裁が行われた行政文書というものを書き換えるなんていうような話はこれは極めて有識事態なんであってこれはもう誠にいかんという話で先ほど何パーセントとかいう話が出てましたけどこの種の話はそのパーセントがあるほど出てるはずがありませんからこ,これまでいくつかないわけではありませんけれどもそういった意味では私どもとしては この今回は極めて有意識事態であることはもうはっきりしておりますんで今捜査中というのは事実でありますんでいろいろ職員の調査をするとあの誘導尋問その話と口裏合わせということを捜査当局から言われますんで私どもとしてはなかなかそうかしにくいというのは事実これはもう弁護士とられたんでその人の話はお分かりだと思いますんで。 あの私どもとしても、できる範囲はあろうとは思いますけれども、いずれにしても財務省としては引き続き調査というものをきっちり進めさせていただいて、信頼回復というところに行き着かないとどうにもなりませんので、そこのところが一番肝心だと思っておりますので、私どもてはある程度、捜査への留意や質問調査をきちんと進めさせていただきたいと考えております。矢倉勝夫君。あ、はい、ありががとととと、うううございいいます、まあ。誘導尋問であるるうようなことを、まあ、役所が言っていると、まあ、本当に、 捜査機関がそういうことを言っているのか、まあ、そこはやはりしっかりチェックをしなきゃいけない、まあ、そういうことが懸念があるんであれば、そのような疑念を持たれないような形で、内部にしっかりと調査をするやり方はあると思います、まあ、独自に第三者でもチェックをするであるとか、そういう体制を作ることがやはり政治の役回りでもありますし、とにかく役所は、今のいろんな、あの今までの答弁の姿勢を通じても、 まあいろいろと,とにかくまあ理由をつけて、出さないように出さないようにしている、そこをぜひ財務大臣のリーダーシップで打ち破っていただきたいと、改めてご期待を申し上げたいというふうに思います、まあ、改めてですが、財務省にえ何度も申し上げますけどとにかく情報が小出しに出てくる、こうどう責任逃れをするかばかり考えて、自分たちが言い訳できるような情報になったら初めて出してくると、まあ、こういうような姿勢がつながっているから、もっと早くに出せるものを出さなかったんじゃないか。 自分たちは逃げているんじゃないかという疑念は今、国民いっぱいにどんどん広がっているわけなんです。まあ、その姿勢をまず改めていただかなければいけない。まあ、あの先ほど来からも、5日の時点で国交省から異なる内容の文書が財務省に通知が行ってたというような話もあります。まあ、なんでそういう事情を含めて、8日の時点で出さなかったのか。理由は何かといえば、いや、要求されたのは近畿財務局にある原本のコピーを出せと言われた。 だからわれわれはそれだけ出したんだと、じわれわれの有機の仕方がまずかったから出さなかったのかと、そういう問題じゃないでしょうと、あなた方は今、自分たちがどういう状況に置かれているのか、本当に分かっているのかと、国民に対して国民が求めたい情報をなぜすぐ提供できないのか、本当に内部で書き換えがあったのかどうかということを知っているわけで、それに対してわれわれが判断する基礎になるような情報もなぜ出さないのか。 出さないで言い訳ばかりする、まあ、こういうような姿勢は、本当に改めていただきたいというふうに思います、まあ、週明けにも,もうこの、この週明けにも、こんな改ざんのこれだけの文章がばーっと出てきた、これが週末だけで一気にこれが分かったのか、もっと早くからこういうのがありえるっていう情報はあったんじゃないか、なんでそういう情報が出さなかったのか、もっと早くに情報を出すべきだと思いますが、太田局長、えー、今後の情報改善について改めて姿勢を問いたいという,ふうに思います。太田理財局長 お答えを申し上げます。あの、もっと早く出すべきだったと。委員から、あ、あるいは、それまでの質疑でも、あの、厳しいお叱りを受けたのは重々、もちろん、承知をしています。承知をしておりますが、我々とすれば、あの。 きちんと確認をして、えー、全貌、全体をお示ししないとなかなかご理解がいただけないのは、もちろんこれでご理解がいただけなんて思ってませんけれども、ということがありました、あの今回の14の文書でも、どれか、あるいはそのうちの3つ、4つだけをられると、全体の印象が相当違うことになるかなと思っております。ものによっては、政治家の先生の名前がわりとあのずいぶん出てるものもあれば、全く関係ないものもあって、そういうものを全体をご覧いただかないと、 こいつら何やってたんだというのが分かっていただけないかということとそれからやっぱりとにかく事実を確認しないといけないということで最後こういうことになりましたあただあのいずれにせよ遅いというお叱りは重々承知をしています今後あの本当に早く出さないといけないというのは肝に銘じてえ行動させていただきたいと思います矢倉勝男君だからそれを判断するのは我々なんですよあなた方が勝手に判断をして選別している その時点で情報を私物化していると言われても、これは致し方ないところ、何を出すべきか、それは自分たちの利害の中で判断する、そういう意図があるから、そういう姿勢を取るのであって、出せるものは全部出す、そしてわれわれの判断に値するような情報は全部出す、そういう姿勢を財務省は本当に持っていかないと、財務省自体の信頼の基礎がなくなって、存在意義がなくなっていきますよ。 本当に考えないと大変な問題だということを改めて申し上げたいというふうに思います。また改めて局長に聞きたいと思うんですが、あの書き換えは理財局のこう一部だというようなことをおっしゃってましたえ。一部というのにこの佐川氏の関与というのが全くないとこれ断言できるんですか。お伺いしたいというう思います。理財局長。 あの佐川当時の局長は、先ほど来申し上げて、大臣からご答弁がありますように、基本的には国会答弁が誤解を招かないようにという、招かないようにするためということだったと、この書き換えは私ども考えておりますが、とすると、当時の理財局の最高責任者トップは、佐川局長でございますし、 国会で答弁を主としてやっていたのも、これも当然、佐川局長でございますので、佐川局長の関与といいますか、度合いといいますか、そういうものは大きかったんではないかというふうに、私どもとしては思ってございます八倉勝男君それでは、その関与の度合いが大きかった、それを裏付けるような調査もされていると思いますが、えー、はっきりする次第に、すぐにわれわれにも、今すぐできればお答えいただきたいというふうに思いますが。 大谷財局長そこは今あ私どもの中で人事当局があそういうところの誰がどういう役割重さでということは今調査をしている最中でございます一方であの捜査の話をすると委員からお叱りを受けますのであれですけども捜査の方もやっておらんでそれも見ていかないあの。 いろいろ見極めなければいけないと思っておりますが、大臣からも先ほど来、ご答弁がありますように、捜査のことを見極めるけれども、できるだけ早くできるように、やるようにするという大臣からもご答弁がございますので、私どもとして、財務省として、そういう基本的な態度で臨んでいきたいというふうに思ってございます矢倉君捜査の方の刑事罰に該当するかどうかというようなために必要な基礎事情と、またわれわれが今説いている行政が本当に、 信用できるのか中で行政の文書を書き換えするような事態があったのではないかというような、組織の在り方そのものに判断するための情報というのは、必ずしも全く意図一ではないと、出せる情報があるわけであります、何でもかんでも捜査、捜査と言って逃げるというような姿勢は、本当にやめていただきたい、こんなことを続けていると、本当に信頼関係が失ってしまいますので。 改めてでありますが、まあ、大臣にも、全、あ、省、のー、を挙げて、まあ、これ、調査するとおっしゃっていただいてます、財務大臣にも、これは財務省の全職員が当事者であるという意識で当たるという、まあ、これ、決意表明であるというふうに私は理解させていただいております。また、あ、一昨日の、他方でこの一昨日の大臣のご報告では、これは理財局の一部が、これは関与したと。で理財局ののの一部のみの まあ特異事例のような認識も若干確認されるところでありますが、この一方で,です、ね、同じまあ報告書の中で、報告の中で、捜査が今、継続中であるから、調査は終局してないと、この調査が終局してないのに、他方で理財局の一部だけと断定するというのは、これは非常に矛盾している感覚もございます。 やはり役所は都合のいいところの情報だけ大臣に挙げて、いろいろと話をするようなシナリオを持っていこうとしている、まあ、理財局の一部であるとは確かに、今のところの事実ではそうなのかもしれませんが、あのー、本当にこれ、前哨的な問題として、財務省のどこにどういう問題があるのか、これを徹底的に立て直す、まあ、組織全体の体制を立て直すぐらいの思いで、 財務大臣が、この役所は言ってくることは言ってくるとしても、そこはまた、役所の言い分は言い分として聞いた上で、ご自身の判断で、しっかりとリーダーシップを持ってやっていただく必要はあるかというふうに思いますが、改めて財務大臣から一言いただければ。麻生財務大臣、あのこの件につきましては、これは国会の論議の中で非常に大きな問題になったということを、我々としては非常に重く受け止めて、 財務省としてこれ、全書を挙げて職員等々への聞き取りを、また文書の確認等々を行って、加えて捜査当局の協力というものもいただいた上で、決裁文書の書き換えの事案について、これは調査を実施したというのがこれまでの経緯です。で書き換えが行われた経緯につきましては、これは最終的にはまだ今後の調査結果の報告がまだ踏まえる必要はあろうかと思いますが、 まあ一部の人間が関与していたということに関して、まあ、理財局の一部の人間が関与したということにあれば本来であれば調査結果を待たなければ示せるものではできないのではないかというご指摘なんだと思いますがこれは職員の聞き取りとか文書の確認などを通じて今般の件につきましてはこの今の指摘につきましてはこれは2月下旬あ昨年の2月下旬から4月にかけての理財局の 一部の職員による決裁文書の書き換えが行われたと、これは判断ができたと、そう私どもはそう思っておりますんで、この文を出させていただいたということだと思っております。また、これまで行われました目的とか経緯とか、いろいろ疑問の残るところではありますけれども、どの程度の関与があったのかなどの詳細については、今後さらに調査をしていかねばならんというように考えておりま矢倉勝男君。特に まあ今回、お一人の方がお亡くなりになったら大変痛ましいことであるというふうに思います、本当に心から、どういう事件の背景があるのかというようなことは、またこれから調査中であると言いますが、心からえご冥福をお祈り申し上げたいというふうに思います。まあ、あの実際に関係した財務本省やまた近畿財務局の方、まあ、こういう職員の声のや、やっぱ生の声を聞かないといけないなというふうに思います。まあ、国会ににに呼ぶかは別ししてても彼らららみたたたややりたくなないいこととをやらされううような まあ犠牲者である部分もあるかというふうに思います、まあ、そういった方々の声もやっぱりしっかりと聞いていくというようなことも必要であるかなというふうに思います、まあ、ぜひですね、これからも国会の要請があったら、まあ、あの財務大臣からも関係者の聴取にしっかり対応いただくようにえ、ぜひ署内をしっかりご指導いただきたいなというふうに思います。また併せてですね この今回、すべての公文書、これは改ざんがなされないというような前提で今、制度があったわけでありますが、それが書き換えがなされたという、これ、あってはいけないようなことが行われたと、役人というのはそういうことをしないんだという性善説で立っていたわけでありますが、ああこれからは、やはりそれを省内でもちゃんと相互にチェックする、その体制づくりというのはこれ、必要、これもぜひ、これは財務省に限らず、 総理も含めて、全省的にこれはやっていただきたいというふうに思います。まあ、その上で、やはり今回のようなことが起こるとお、よくないことなんだということを、やはり認識づけるためには、まあ、あの許されざる行為を繰り返さないためにも、書き換えを指導した責任者は、これ、しっかりと処罰をしなければいけないというふうに思いますが、その点について、財務大臣からご意見いただければと思います。財務大臣 これは決裁文書の書き換えが行われるというようなことがありえるかもしれんという前提でいわゆる公文書規則が作られているわけではありませんのではないかといわゆる性伝説に基づいているのではないかというこれは矢倉先生のご指摘はそのとおりだと思いますが大体こういったことが行われるというのはこれは極めて異例であって。 私ども知っている範囲です過去にそんなにたくさん例があるわけでゼで,ではありませんけれども例があるわけではありませんので私どもとしては極めてこれは得意な例だとは思っております今回のことに関して。しかし今後進行中であります今捜査というものを見た上でいろんなことを考えないかんいところだと思いますが。 二度とこうした事態が起きないようにするということに関しましては私どもとしてはしかるべき対応を考えねばならんということだと思いますんでこれは公文書の管理につきましてはいわゆる 業革担当というかあの、担当の大臣との話をさせていただかないかんところだと思いますんで、公文書管理のガイドラインというのを踏まえまして、踏まえた上で私どもとしては、文書管理規制というものを適切にこれ改正をするということも考えないかんところだと思っておりますんで、こういったものを研修等々、改正した後の研修等々を通じて、職員のいわゆる意識の向上と、 いうものを徹底してやらないかん、また制度も改めないかんというところを、きちんとやっていく必要があろうというように考えております。矢倉勝君本当にことは、信頼が、本当に失われた信頼を取り戻すかどうか、もうこれは国政全般について、本当に重要な今、岐路に立たされているというふうに思います。 総理にはこれ全省の問題だということを今後の公文書のあり方も含めてですねまたこういうことが起きた背景に何があるのかということをしっかりお考えいただいてぜひ全省に対して指導をいただきたいというふうに思いますどうぞよろしくおご用紙だけで申し上げたいというふうに思いますのでよろしくお願い申し上げますそれでは残りの時間を使って tpp についてご,すご質問をしたいというふうに思います あの私も党の方では、TPP の総合対策本部事務局長をさせていただいております、あの日本の外交努力というのをう見てきました、今回の署名に至った経緯というのは、非常に日本のリーダーシップがあって、えー、ここまでの形でまとまったかなということで、今後の日本の通商交渉も一皮向けた印象で、えー、ありました、非常に敬意を表したいなというふうに思います。 改めて、えー、署名に出席された茂木大臣に、まず TPP に対しての評価をいただければというふうに思います茂木経済再生担当大臣。え冒頭です、ね、あのご報告をさせていただいたとおり、まあ、3月8日にです、ね、えー、まあチリで TPP11 の署名式、あの行われたわけであります。えー、昨年、アメリカが TPP から離脱をすると、えー、一時は漂流するんではないかなと、このように言われた TPP でありますが、 昨年7月、箱根での首席交渉官会合以降、我が国が議論を主導し、私自身もベトナム・ダナンの閣僚会合で共同議長を務めたり、関係国の閣僚とですね協議を重ねたり、総理にも折に触れて、ベトナムの副首相であったり、またメキシコの大統領、党友ともですね電話会談をしていただいたり。 こういった形でわずか半年で,です、ね、署名に向けた準備を整えて署名をすることができたわけでありますあのこれは我が国にとってもまたあのアジア太平洋地域にとっても画期的な成果であると、まあ、こんなふうに思っているところでありますあの具体的に TPP はです、ね、これまでの二国間の EPA と違いまして二十一世紀型の自由で公正な新たな共通ルールを アジア太平洋地域に今作り上げて、人口で言いますと5億人、そして GDP で10兆円、さらに貿易総額でも5兆ドルという、ですね巨大な一つの経済圏、これを作り出していくものでありまして、昨年末に公表させていただきました経済効果分析では、日本の実質 GDP を約7.8兆円、 押し上げて、四十六万人の雇用を生み出すこのようにも試算をしております。あの各国ともまあ国内施設で手続きをこれからまあ進めることになるわけでありますが、まあ日本としては TPP11 の早期発行に向けてですね、引き続きまあ各国との 連絡調整、これも今まで日本が主導してきたわけでありますが、そういったことも含めた事務局的な機能をです、ね、果たしていくつもりでありまして、またそういった役割、日本が主導的な役割をです、ね、果たすことが、各国からも期待をされているところでありまして、しっかりそういった意味で,です、ね、そういった役割を果たしながら、TPP11 のです、ね、早期発行、目指していきたいと思っております矢倉克夫君。 ありがとうございます。ま,あ、まさにこの TPP、今、後ほども申し上げますけど、やっぱり世界に極端な保護主義があるわけでありますが、それに対するしっかり対峙をする旗頭として、日本が存在感を発揮し、こういう形になったとで、各国からも日本のリーダーシップにさらに期待をするという声が非常に高まっていると。 で現にそういう声が署名式でもあったというような報告もいただいたところであります。ぜひ引き続きこの意義を発していただきたいというふうに思います。で私からは、まあ、この TPP について、まああの今日はあのお手元にも資料はお配りをさせていただいたんですが、えまず強調したいことは、やはり日本としてはこの TPP を使ってです、ねあの、グローバル経済界においてこう海外に行った仕事を取り戻す。 やはり関連で、この日本にいる中小企業が、日本にいながらにして、世界につながっていく、そういう力があるんだということを示したいがために、今、書類をつけさせていただきました。まあ、あの時間も関係もあって、簡単にご説明はしたいというふうに思いますが、やはり今までの上の段の、まあ、今までの TPP がなかった時点でありますが、これはあの完全累積制度を廃した話なんですけど、 A 国、B 国で作った部品を C 国で組み立てて、X 国に輸出をするという場合で、まあ、例えばあの関税ゼロでの輸出のためには60、60%以上の付加価値をつける必要があるとしますと、まあ、この場合の上の場合は、まあ今日はテレビあれですけど、パネルはじゃ上の場合においては、これは付加価値が、結局2国間 FTA があったとしても、C 国で20%だけですから、関税ゼロにはならないと。 こういうような事態にあり、この結果どうなったかというと、やはり日本の大企業も含めて、ですねやはりこれ、例えば A 国が日本だとしましたら、C 国の方に拠点を全部移すことで、こういう関税ゼロのメリットを受けようと、やはり A 国,国から C 国の方に製造拠点が動くというような起点があったわけであります。まあ、これれれが tpp11 の場合にやはり、A、国、B、国、C、国でそれぞれ すべての付加価値が高まりがかさ上げられることで、まあ、さにメイドイン TPP というもので、関税ゼロが、えー、これは実現をすると、まあ、こういう TPP の枠組みで、今までの域内関税の撤廃とか、通関手続きの円滑化などで、まあ、事業コストの内外価格差がなくされていく、まあ、これいう事情が、結局、大企業とかも日本を含めたサプライチェーンを再構築しようという動きに大きくなっていくわけであります。 政府としてもぜひこれを武器として、これまで海外に行っていた仕事をどんどん国内に回帰させる、でさらには日本企業の中小企業を取り分けですね、やはり日本にいながらにして世界につながるというような、そういう政策をさらに後押ししていただきたいというふうに思いますが、それについての具体的政策を、えー、取りたいというふうに思います経済産業省大臣政務官、平木大作君。 経済連携協定にはさまざまなメリットがあるわけでございますが、例えば TPP11 におきましては、例えば委員からご指摘をいただきましたとおり、完全累積制度を活用しながら、日本で基幹部品を製造する中小企業が、加工を行う国に部品製造拠点を移動することなく、引き続き国内に拠点を維持したまま海外に部品を輸出する、こういったことが要因になるなどのメリットがあるわけでございます。ただし 制度を作るだけではなくて、経済連携協定のメリットが、これまで海外展開に取り組んでいない中小企業等も含めて、全国津々浦々に行き渡るように取り組んでいくことが必要であるというふうに考えております。あのこの意味で、2つのアプローチ、対策を今後、講じていくこととしております。まず第一に、これまで海外,海外展開に取り組んでいない中小企業等が、経済連携協定を新たな市場開拓のチャンスと捉え、 海外展開挑戦することをきめ細かく支援してまいります。具体的には、全国で中小企業に対して、経済連携協定のメリットに関して、説明会等を行っていくとともに、進出大国コンソーシアムにおいて、国内での需要計画策定から、海外での販路開拓、現地での商談へのサポートに至るまで、切れ目のない支援を引き続き実施してまいります。また第2に、地域経済を牽引する 地域の中核企業による海外販路開拓を支援することによりまして、地域中核企業と取引や連携を行っている地域の中小企業にも波及効果が及ぶようにしてまいります。具体的には、国際市場に精通した専門家等が、海外市場も視野に入れた事業化戦略の立案ですとか、あるいは販路開拓を行う地域中核企業を支援してまいりま佐倉勝夫君。 引き続きぜひよろしくお願いします。やはり TPP によるマクロの経済効果をいかにミクロまで広げていくのかという部分でも中小企業がこの武器にしてやはり利益を享受していくという必要は重要であるというふうに思いますのでよろしくお願いします。あの総理にこのまあ世界に蔓延するまあ極端な保護主義に対しての対峙の姿勢とともにまあ特にこうアメリカが今後これを再交渉する場合どのように。 交渉を求めた場合、どのようにするかということをお伺いしたいというふうに思いますが、私もあの、まあ、農水大臣政務官をやらせていただいたとき、1年前に、ちょうど昨年の1月20日でありました、まあ、ダボスの方の WTO の非,か非公式の閣僚会合に参加させていただいたときにも、まあ、アゼレド事務局長とかとも立ち話もしながらでありますが、やはり、この自国の利益のためには、他国の利益を奪うという、まあ、そういう観点のもとでの保護主義というのがやはり、 蔓延しているというのは非常に重要であるなと、大事な、大変な事態であるなというところで、理解は、利益は一致あの、意見は一致したところであります。で、今回、TPP を署名し、これを推進していく日本の使命の一つは、そうではなくて、経済というのはこう支え合いで進んでるんだということの旗をしっかりとこう広げていく役割はあるというふうに思います。で、あのこちらの資料の方にも、TPP は支え合いの枠組みというふうに書いてあったわけでありますけど、 あの上の方では、やはりあの連携が、関税の部分でも連携がない分だけ、全体はメリットを受けないわけでありますが、やはり TPP の場合は、A、B、C 国、みんな連携をして、その連携の中でサプライチェーンを作り、その結果、関税ゼロというメリットが非常に受けられることができたと、この TPP を支えているのは、まさにこの支え合い、みんながこう、 利益を受けるというそういう理念であるかなとこの極端な保護主義に対してはまあ反対にあるというようなものであるかなというふうに思います。ぜひ総理には改めて、まあ、この保護主義というものに対して対峙するご姿勢をお伺いしたいというふうに思うとともにまあ、例えばアメリカがですねこの TPP11 これを 極端な保護主義的な姿勢で、再交渉というのをこれ、求めてきた場合は、断固、これは拒否すべきである、まあ、このご意見を総理のご決意を改めてお伺いしたいというふうに思いま安倍内閣総理大臣。まあこの TPP はです、ね、もともと米国とともにです、ね、われわれ普遍的価値を共有する国々が、自由で公正な新たな21世紀型の市場をつくっていこうということで、交渉がスタートしたところでございまして。 米国が入るということを前提にみんな協議をしてきたところでございます。まあ、残念ながら、米国が離脱を表明したところでございますが、まあ、その際にも、私はトランプ大統領にも申し上げたところでございますが、この TPP というのはです、ね、まさに単に関税を下げるということではなくてです、ね、政治財産の保護や環境労働規制、国有企業の競争条件の規律という、まあ、いわばルールを作っていくものでありですね、 どちらかが一方が利益を得て、どちらかが利益を失うという、ゼロサムゲームではなくて、まさにこうした公正なルールの中で、お互いがですね自由にこのものを、 そして人、お金を動かしていくことによって、それぞれの地域がともに成長していくという考え方ですよということを、ずっとお話をさせていただいたところでございます。この新たな TPP11 によって、良いものが良いと、正当に評価される新しい経済圏がつくられると、期待をしているところでございます。そこで 現在、ご指摘のとおり、世界において保護主義への懸念が高まっている中、このアジア太平洋地域に自由で公正なルールを広げる TPP11 が合意に至ったことは、自由貿易を推進する観点から極めて画期的な成果と考えています。我が国は自由貿易の機使として、自由で公正なルールに基づく経済圏を世界に広げていく観点から、今後ともリーダーシップを発揮したいと思います。 そのためにも TPP にです、ね、参加を希望する国があれば、その意思は歓迎しますが、TPP は参加国のさまざまな利害関係を綿密に調整して、作り上げたガラス細工のような協定であり、一部のみを取り出して変えることは極めて困難と考えます。いずれにしても、我が国としてはいかなる国とも、国益に反するような合意を行うつもりはないということは申し上げておきたいと。 こう思いますが、ずれいたしましても、この TPP というのは、新たな20世紀型のルールを作るという意味において、画期的な枠組みができたと、このように考えておりま以上で終わりますが、この TPP をしっかりと、この TPP が支えている TPP のもとにある理念をしっかりと世界に広げるリーダーシップが、また日本にはあると、その能力もあるということを改めて強調申し上げまして、ご期待申し上げまして、質問を終わりたいというふうに思います。ありがとうございました。 以上で横山信一君及び矢倉克夫君の質疑は終了いたしました。次に藤巻健君の質疑を行います。藤巻健君。え、日本維新の会の藤巻健です。 公文書を書き換え問題については、この後我が党の片山大輔議員が質問させていただきますので、私は黒田日銀総裁に、日銀の出口問題について、お聞き、集中してお聞きさせていただきたいと思っております。で前の日銀総裁である白川前総裁がです、ね、退任会議の、退任会見のです、ね、その後の記者会見で、 非伝統的な政策の評価は、出口から円滑に脱出できて初めて全プロセスを、すべてのプロセスを通じた金融政策の評価が可能となるとおっしゃっているわけですね、これをです、ね、十分かみしめながら、本日は黒田総裁に出口議論をお聞きしたいと、日銀に出口から、円滑に出口から出る手段があるのかどうかということについてお聞きしたいと思っております。 安倍政権がですねアベノミクスに非常にこう成果を誇っていらっしゃいますけれども、もし出口がないということであるならば、どんでん返しになる可能性がありますし、先ほどもさらなる財政出動の話、質疑がありましたけれども、果たしてさらなる財政出動して大丈夫なのかという問題にも通じると思いますので、きょうは出口問題についてお聞きしたいと思います。で FRB、アメリカの中央銀行である FRB は、2015年に12月に1回、16年に1回、17年に3回の短期金利利上げを行っていますけれども。 このときはです、ねまあ、あのリバースリップとかそういう問題もありましたけれども、主として、当座預金残高に対する不利金利を上げるという方法で、えー、利上げを進めてきたと思います、えー。日銀もそのような同じような方法が可能なのであるかそれ、そしてそれを考えているのかどうかについて、黒田日銀総裁にお聞きしたいと思います。日本銀行総裁黒田春彦参考人 両的資質的金融緩和からの出口にあたっては、金利水準の調整や拡大したバランスシートの扱いなどが課題となります、でその際には、確かに、ね、FRB をはじめとする海外の中央銀行の先行事例なども踏まえ、保有国債の償還や各種の資金吸収オペレーションのほか、超過準備に対する不利金利の引き上げなどによって、 対応していいくこととが考えられると思いますもっとも現状2、2%の物価安定の目標の実現までにはなお距離があることを踏まえますと、出口のタイミングやその際の対応を具体的に検討する局面には至っていないというふうに考えております藤巻武志君。あの2017年のです、ね、6月8日の財政金融委員会で、岩田総裁副総裁からお聞きしたんですけれども、2016年、上期 での日銀の保有国債は利回りが0.332%であると。そして上期の国債 実作収入は6284億円だったというふうにお聞きいたしました、まあ、年間大体国債の方からです、ね、約1兆2000億円の収入が上がっているというふうに理解したわけですけれども、同じような数字、要するに直近の FRB のです、ね、保有債券の利回り、そしてどのくらいの債券関連費があるのか、教えていただければと思います。 黒田彦参考人2017年の1月から9月までの利息収入から算出した FRB の保有債券の平均的な利回りは、年率約2.6%であります。同期間の保有債券の平均残高は約4.4兆ドル、債券関連損益。 は約850億ドルというふうになっております藤巻剛君。えまあ、850億円ということは約1兆円でありますし、債券利回りが2.6%ということであるならばですね。まああの これ、東西金金利を上げていっても、それなりの余裕があるわけですね、まあ、あの資料の置を見ていただくと、お分かり分か,かと思うんですけれども、まあ、右側の日銀東西金に相当するところ、ここの金利を上げていくということですが、ここ左側の資産サイドの利回りが2.6%、十分な収入がありますので、日銀 FRB の東西金を上げの金利を上げていっても、十分、まあ、余裕あるということなんですが。 日銀の場合、0.331、えー、まあ、多少は上がってるか下がってるか知りませんけれども、保有国債の利回りが0.331%がかなり低いです、要するに収入が1兆2000億しかないということ、そのときにですね、日銀まあ、発行銀行券はずっと金利がゼロでかいいですけれども、負債サイドの日銀当座預金、まあ、367兆円、約ありますが、これ1、1%上げると3.6兆円ですよね、2%で7.3兆円。 もう収入が上がらないのにです、ね、こんなところで日銀当座寄金上げていったらば、損の垂れ流しで準備、引き当て金勘定、準備金も7.1兆円しかないわけですから、もう損の垂れ流し、日銀債務超過という大変な状態になってしまう可能性がありますが、その辺についてはどうでしょうか。黒田参考人 この量的指摘金融緩和は、この実施中はバランスシートの拡大によって収益が押し上げられる一方で、出口の局面では、日銀当座預金に対する不利金利の引き上げ等によって収益が減少しやすいという特徴があります。も,っともですね将来経済物価がが好転して日本銀行が不利金利を引き上げる場合には 長期金利も上昇していると考えられまたがいまして、日本銀行の保有国債は、より高い利回りの国債に入れ替わっていくため、受け取り利息も増加すると思われます、このように出口における収益面の影響というものは、受け取り利息を含めたバランスシート全体を考える必要があるというふうに思っております。武君 お答えを聞いてるとねあ、確かにそうかなと思っちゃいますよ、資産サイドの国,あの国債の方の利回りも上がる、収入が上がるから、負、えー、債の方の当座預金金利に上げていっても大丈夫だというふうにお聞きしますが、異次元の量的緩和、正確には異次元の質的量的緩和ということであって、要するに質的とは何かっていうと、10年国債、30年国債を大量に買ってるということですよ。 まあ私はもともと銀行員でしたけれども、私が現役のときには短期国債しかほとんど買ってませんでしたから、それは金利が上がってくれば、すぐこう新しいその金利の高い国債に乗り換えて、収入も上がってくるというのは分かりますけれども、今、30年歳、10年歳、がばば上がってるわけですね、これ、全然金利上がりませんよ、10年間は固定金利ですから、ほとんど上がらないんですから、それはまさに、その。 ごまかしの答弁というふうにしか考えませんられませんけれども、どうでしょうか、国債の持っている方の金利は収入はほとんど上がらない、負債の方の支払う方はぐいぐい上がっていってしまう、あかなり早い段階で、債務超過になると思いますが、いかがでしょう。う参考人日本銀行の現在の保有国債の平均残存期間7.5年ぐらいでございますので、 ある程度のスピードで入れ替わっていくということは確かだと思います藤巻武君、まあ。ある程度のしか金利は上がっていかない、負債サイドはもう日に即上がっていくという、大変な状況にあるのではないかということだけは指摘,指し,あの指摘しておきたいと思います。えー、次ににですねあの、まあ、私どもののの片山虎之助共同代代表表がこの予算委員会での代表質問に対して 質問したんですけれどもそのときに麻生財務大臣がです、ね、普通、借金がこれだけ増えていれば、当然のこととして金利は冒頭しなくちゃおかしいんですね、長期金利の話だと思いますけれども、それにもかかる、それが上がらず、0.03%ぐらいのところが止まっているのは、国際社会の中で信用はそれなりに得ている証拠だと思うとお答えになった要するにこれだけ財政出動をして、借金をしてたらは 長期金,の金利はべらぼに上がっているはずなんだけれども、上がっていないと、それは日本の財政政策とか、国債の政策とか、いろんなことが信用されているせいだというふうに理解され麻生大臣は理解されていると思うんですが、そこでお聞きしたいんですが、まずですね、2017年の国債発行予想高、予定高、予定額。 は百五156.1兆円だというふうに財務省からお聞きしているわけなんですけれども、2017年度の日銀の国債購入額はどのくらいになるのか、それはですね国債発行額の約何に当たるのかを教えてください。黒田参考人 現在、日本銀行が行っております、超短金利操作付き、医療的指摘金融緩和の中の重要な一部が、イールドカーブコントロールでありますけれども、この枠組みの下では、実際の国債買い入れ額というものは、金融市場の状況において幅をもって変動するわけでございます。従いまして、2017年度の国債購入額について、現時点で申し上げることは難しいということでございます。 なお、今年度のこれまでの途中の状況を言いますと、グロスの政府の国債発行額の75%程度を日本銀行が購入しているということですが、これは先ほども言われたように、2017年の数値はまだ、 動きうるわけですし、イールドカーブコントロールの下では、あくまでも金利が目標になっておりまして、えー、国債の買い入れ額は、その適切なイールドカーブを実現するために行っているということで、その当然変動するということでございます藤巻武志君え国債発行額の75%を購入しているわけですね、日銀がね。 普通、マーケットはですね、まあ、私が現役は、私はまあ2000年、1990、2000年、まあ、99年まで現役だったわけですけれども、そのときっていうのは、日銀はほとんど、特に長期国債買ってなかったですよ。要するに、買ってなかった日銀が出てきてですね、75%買っていく、要するに需要が1.75倍になったわけですよ。それはなんだってね、その国債市場にかけられず、何でも市場ではものの値だって上がりますよ。 こんな1.75倍も大量が爆買いするような人が出てくればね、当然のことながら値段が上がるということは、長期金利が下がるわけですから、当然のことながら、要するに麻生大臣がおっしゃった長期金利が低,い低く安定しているということは、ひとえに日銀が爆買いをしているせいだと私は思うんですが、日銀総裁はいかがか考えられ,かそれとですねもう一つ こういうことをやっていればね、これ、財政規律って全くなくなりますよねえ、財政出動する必要だから国債を発行する、全部75%も国債発行していれば、です長期に上がるわけないですよ、まさに財政規律で引っかって、どんどんこれは財政出動して、景気くすればいい、えー、なっちゃいますよね、それについてはいかがお考えでしょうか。それでは参考人 現在、我が国の長期金利は低位で安定しております。これは2%の物価安定の目標を実現するために、定期金利をマイナス0.1%、10年もの国債金利を0%程度とする金融市場調節方針と、整合的なアイルカーブを形成しているということの一つの結果であろうと思います。もちろん国債に対する信任がが失われれいるようなことがあればあー 日本銀行がです、ねえー、そういうもとで、えー、そのこういうイールドカーブコントロールで長期金利を定位に安定させるというのは困難になると思いますけれども、現状ですねあの、国債に対する信任が確保されているもとで、えー、日本銀行がイールドカーブコントロールで、えー、長期金利を定位に安定させているということだと思います。なおお <coughs> そういったことで長期金利は定位に安定していること自体、もちろん、えー、政府にとっての国債費があ少なくて済んでいるということは事実だと思いますけれども、お財政規律云々あるいは財政政策そのもの、これはあくまでもお政府・国会において議論され、決定されるものであるというふうに承知しております藤巻武君。 総裁そうそうおっしゃいますけどね、これ、サンマお魚のサンマだってね、そんないくら誰も買わなくたって、日銀がサンマ買ったって、日銀のサンマの値段上がりますよ、これ、こんな75%も買ってるようだとねあ、まあ。ということで、えーまあ、私自身はひとえにこうち、日本の長期金利が低迷している理由というのは、日銀の爆買いにあるのかというふうに理解しております。で、まあ、そうは言っても、ですね私が、まあ、あの爆買いのせいで日銀のバランスシートが極大しているいって、 申し上げてもねあの、よく他の中央銀行もいろいろ国債を買いまくってるんじゃないかと、出口議論をするときには、他の中央銀行も同じようなことをすればいいんではないかという話をよく聞くんですけれども、資料の2を見ていただきたいんですが、日銀のバランスシート、最近ものすごい勢いで膨れ上がってますですね、そして資料3を見ていただきたいんですが、 この資料3というのは、これはあの2017年3月22日の財政金融委員会で、私は黒田総裁に、他の中央銀行はどのくらいバランスシートを膨らませているのかという話を聞いたと、それをまとめた表なんですね。で、今、最初の資料1見ていただくと分かるように、500、日銀のバランスシート533.2兆円、すみません。これ ちょっと2017年11月って書いてますが、これちょっと書き換えしちゃったかもしれないです、これ、2018年2月かちょ、ちょっと申し訳ありません、ちょっとこの期日が間違えてる可能性ありますので、これ、前もって申し上げておきますけれども、直近の数字ではあります。で2016年度末の名目 GDP、約539兆円だったと思いますので、約名目 GDP と同じぐらいのバランスシート、日銀あるわけですね、もうすでに。で当然日元 日銀のバランスシートの負債サイドというのは、発行銀行券と日銀当座預金ですから、まあ、要するに世の中にというかばらまいているお金ですよ、要するに名目 GDP と同じようなぐらい、100%ぐらいに日銀はお金をばらまいているわけですね。他の他国、えーえー、黒田日銀総裁にお聞きした当時、FRB というのは、テーパリングを始める直前の2013年末で24%だと。 バンクオブイングランドが16年2月で22.2%、それからヨーロッパ中央銀行は33.8%ということで、バランスシートはです、ね、対 GDP 比、そんなに大きくないわけですよ、日銀だけもう世界断トツにです、ね、100%、対 GDP100% というメタボになってあるわけですね。要するに財政が危ないと、財政こうなかなかこう財政が苦しいということで、えー 発行国債を発行して、それを日銀が買ってあげるといえに、日銀がです、ね、世界最大のメダボになっちゃったわけですよ、財政赤字は世界最悪、そして対 GDP 比ですよ、世界最悪、そしてそれを何とかこう賄おうとしてです、ね、日銀がどん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 国債を買っていたゆえにです、ね、日銀が世界最大のメダボなバランスシート、これだけのメダボなバランスシートから、簡単に縮小する、先ほど黒田日銀総裁は、 出口であのバランスシートを縮小するとおっしゃってましたけれども、それが可能なのか、アメリカの FRB で,で,でさえです、ね、あれほど苦労してるわけです、えー、売却はできないだろうから短期あの、満期待ちをするというように苦労してるんですが、こんなにバランスシートをメタボにして、えー、黒田総裁、バランスシートを縮めるなんてことはできるんでしょうか。黒田参考人 量的質的金融緩和からの出口に際して拡大したバランスシートの扱いが一つの課題となるということはご指摘の通りでありますもっとも海外の中央銀行の先行事例なども踏まえその時々の状況に応じて保有国債の償還や再投資などもうまく組み合わせることによって市場の安定を確保しながら 適切なペースでバランスシートを縮小していくことは十分可能だと考えておりますいずれにせよです、ね、現状2、2%の物価安定の目標の実現までにはまだ距離があるということを踏まえますと、出口のタイミングやその際の対応を具体的に検討する局面には至っていないというふうに考えております藤巻武君。あの 他国の中央銀行の先行事例を参照にする、まあ、全然規模が、程度が違う、えー、メタボぶりの日銀がです、ね、その参考でうまくできるのか、非常にこう疑問に思うんですけれども、実はですね、えー、その資料4、資料4に、 資金運用部ショックのときの事例が書いてあるんですけど、資金運用部ショック、1998年の12月にですね、資金運用部、そのときは最大の国債市場において最大の、えー、国債の買い手だった資金運用部はですね、えー、これはもうちょっとなかなか資金繰りが苦しんで、えー、もう国債買いませんよと言ったわけです。 そのときに、私はまあ現役でしたから、よく覚えてますけれども、直近では0.6から2.4まで跳ね上がったんですね、まあ、それを見て慌てた大蔵省はです、ね、やっぱり国債を買い続けますよと、こう言ってなんとか収まったわけです。で、そのときの資金運用部、これ、発行額76.4兆円で、資金運用部が買っていた、引き受けていたのが15.2兆円ですから、約20%しか買ってなかったんですよ。 その20%しか買っていなかった資金運用部は国債購入をやめるよというだけで、マーケットに激震が走ったわけですね。で、かつそのときですね、私どもトレーダーというかディーラーはね、でもまあ、資金運用部はやめても、あまあ、日銀という買い手がいるから、最後の取り手がいるから、まあ、どうにかなるだろうと思ってたわけです。当時、まあ、ちょっと書いてありますけど、日銀の購入額は約6兆円でほとんど買ってなかったわけですね。でも日銀がいるから大丈夫だ。ででも今回はですね 今、75%、を日銀買ってるんですよ、20%ところじゃない、75%を買ってる日銀がやめますなんて言ったらば、それも最後の取り出ですよ、最後の取り出が日銀買いますと言ったらば、金利は私は冒頭してしまうと思うんですけれども、いかがでしょうか黒田参考人。先ほど来申し上げておりますとおり、両的指摘金緩和からの出口に際しましては、 保有国債の償還や各種の資金吸収オペレーションなど、さまざまな政策手段を有しておりまして、市場金利の安定を確保しつつ、その時々の状況に応じて、適切な政策運営を行うことは十分可能だと考えております藤巻武君。まあなかなか苦しいご答弁かなと思うんですけれども、もう一つ、長期金利上がった場合。 万が一です、ね、日銀が爆買いを少しでもやめて長期金利が上がった場合、まあ、アメリカでも2月の最初にです、ね、いろいろ長期金利が上昇してきた、まあ、世界的にも金長期金利が上昇してきている換気効果にあって、日銀が少しでもこう買い入れ額をど、あのお 減らすとか、まあ、まあ万が一ですね売るなんていうことがあったら大変なことになるんじゃないかと思うんですが世界世界も大変なことになるとは思いますが日銀も大丈夫かなと思っちゃうわけですよね、えー、先ほどの最初の資料1にありますように日銀はですね国債251兆円も買ってるわけですまあその前にちょっと異次元の量的緩和何かという一応おさらいをしておきますとまあ左側にある表は1998年12月で、えー、私が元気だった頃ですけども国債52兆円しか 日銀買ってないなわけです今兆円ですす今兆円よで国債をまあ民間金融機関が買うから、それをまさに現金で払ってるわけじゃなくて、その民間金融機関が日銀に持ってる口座預金にお金をつぎ込むということで、異次元の質的量的緩和のおかげで,です、ね、日銀のバランスシート国債がべらぼうに増え、そして日銀当座預金が、私が現役の頃はは4.4兆円が366兆円になったということなんですね。でここままで国債を買ってますとこれ 451兆円もありますからね、長期金利が1%上がったり2、2%上がったりたら大変なことになりますね、これも私、実は去年の6月8日に、岩田副総裁に聞いたんですけれども、これ、過去のデータですけれども、その当時、時価標額が9.6兆円、日銀のですね、時価標額、それが1%金利がパラレルシフトすると、24.6兆円、2%で44.6兆円、5%上昇で88.3兆円。 まあ11これ、1980年のに11、11%まで言ってますけれども、1980年の4月か、ごめんなさいに11、11%まで言ってますけれども11、11%も上がれば、140兆円もですね評価額が下がるっていうふうにおっしゃった、岩田副総裁がおっしゃったわけですけれども、これ、この引き当て金4.9兆円、準備金3.2兆円しかないのに、そんなに評価ゾーンがですね大きくなったらば、これ、もう、円の信用なんか、 完璧に失墜しちゃうと思いますけれどもそれはいかがでしょうか黒田参考人日本銀行では保有国債の評価方法について消却減価法を採用しておりますこのため金利が上昇したとしても決算上の基幹損益について評価損失が計上されることはありませんなお日本銀行が保有する国債については 2017年9月末時点で、9.2兆円の含み益帳となっております。で将来、金利が上昇した場合、金利上昇によっては、含み損に転嫁する可能性はありますけれども、その場合でも、中央銀行には継続的に通貨発行益が発生するので、円の信用が毀損されることはないというふうに考えております藤巻武史君。 えー、消格原価法を採用してるから大丈夫だと、そ日銀が大丈夫だとおっしゃってもです、ね、マーケットは普通はあの、自家評価しますからね、もう企業が危ないとなったときに、誰がその100円で買った株を100円で評価するから円、マーケットが10円になってれば、10円で評価するんですよ、いくら日銀が大丈夫だと言っても、マーケットは僕自家評価をすると、僕が評価ではないということだけは申し上げておきたいと思います。そうししたたた場合ににに膨大なる債務超過に陥った時に果たして日金が 円のよ入に、ね、政府は、円のを持ち続けることができるのかどうか、まあ、要は大変重要な問題がありますので、えー、もう出口議論というのは早々にやるべきであるし、さらなる異次元の量的緩和を続けてもいいのかどうかということの検討もです、ね、早く進めるべきだろうと、私は思います。以以上上質質問終終わりますありがとうございますで藤巻武君の質疑は終了いたしましたしし 次に片山大輔君の質疑を行います片山大輔君、はい、えー、日本維新の会の片山大輔ですえー、私は、えー、財務省の文書改ざん問題についてお話し聞きたいというふうに思いますで今回の問題は、えー、国民が一番知りたがっていた、えー、問題の国有地の交渉経緯が隠されていたものでこれは国民への配信行為であることに他ならないというふうに思っていますそして財務省は十四件だと言ってるが これは文書の数に過ぎなくて、これを箇所数に変えるとです、ね、実にその300件を超えてるんですね、でもこれはもうモラルの問題というよりは、私はやっぱり犯罪に近い、このように思います。そして、この今回の発表はおとといでしたで、それまで財務省は、捜査への影響、これを理由にです、ね、ほとんど何もしゃべってこなかった。 そして先ほどから話が出てるんだけれども、これ、先週の木曜日8日ですね、このときには改ざん後の文書を出してきて、もうこれで全てだ、こんなことまで言ってたんですね、それがその数日後に、一転して、この報告書をこう出してきた。まず、この前後の経緯がねどうもよくわからない、これをきちんと明らかにすべきというのと、あとそれまで捜査への影響ということを盛んに言ってた、その捜査の影響というのは、この件に関してクリアしたのか。 どういうふうにクリアしたのか自主的に知見に接触をしたのかその点も含めてお話しさいただきたいです太田理財局長お答えを申し上げます我々は捜査を受けている立場なので捜査の影響というのはあのずっと気にをしてたということは事実でありますただ先々週3月2日の日に朝日新聞の報道があってその後国会審議のご指摘も踏まえて 調査ををするとということを申しし上げましたその段階からは、基本的には国政調査権を反映する、背景とする国会からのご要請でございますから、もちろん捜査への影響は気にはしていましたけれども、それを相当程度乗り越える状況になっている。そういう意味で調査をしなければいけないという覚悟で臨みました。でえー ただその上で、えー、まずそうは言っても捜査を受ける立場なので、われわれがきちんとお自分たちで調べられるだけのことを調べないと、捜査,にはあ捜査機関に協力はいただけないという判断の下で、えー事情あの、関係する職員から聴取もし、いろんな資料も集めということをやってまいりました。で、えー、そういう中で、えー、ここまであればあ、協力はいただけるのではないかと。 いうふうに判断をして、協力がお願い、われわれが、それは捜査機関の問題ではなくて、われわれの責任の問題ですが、お願いができたというのが、先週の金曜日9日でございました。で、それをお願いして、協力していただけるかどうかというのは、協力していただけないと、作業が非常に進まないということと、協力をしていただけるということは、捜査への影響ということについて、捜査機関のある意味でご理解が得られたということになるんではないかという思いも含めて、協力をお願いしました。 そうしたところ、捜査の期間にご協力をいただけて、それでわれわれの方が大阪地検までお邪魔をして、そこでコピーを取らせていただいて、それが東京の財務省まで持ち帰られたのは、日付変更線が越えて10日の土曜日ということになったわけでございます。それでそのいただけた資料で最終的に確認をさせていただいて、私どもとしては10日に整理をつけて、11日に大臣に報告をさせていただけた。 そういう形で捜査の、今、委員からお話のあった捜査をどうやってクリアしたかということは、そういう形でクリアをさせていただいたというふうに考えてございます片山大輔君、じゃあ、その法務省に聞きたいんですが、その、そもそもそう捜査への影響というものをね、どういうふうに考えているのか、これをお伺いしたいんですが。辻刑事局長 あの具体的な事件におきまして、捜査にどのような影響があるかということにつきましては、えーまあ、捜査機関の活動内容に関わることでございますので、法務省といたしましては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。たた、だ、各行政機関におきましして、国国会審議、あるいはあの国際調査権を背景としたあの ご説明を求められて、どのような説明をされるかということにつきましては、各行政機関においてご判断いただくことであるというふうに考えております片山大輔君。いずれにしても私はその、総裁の影響というのを、これ、財務省が隠れるようにする人は全くないというふうに思います。それで、そのこれも話に出てるんですが、その国交省の方から1週間ほど前に、その会談される前の文書の写しをこれ提供を受けた。 それも8日の理事会の日では、これ、報告をしなかったわけですよね、そうすると財務省に聞きたいのは、この間でどういう処理をしてたのか、そしてこれは誰の判断だったのか、これを教えてもらえますか大谷財局長お答えをいたします。日日の日に国土交通省から資料を,頂戴をいたたししました でその5日の日前後、さまざまな事情の聴取も、職員からの聴取もいたしましたし、われわれなりにいろんな資料の書き換え前のものを探すべ,す探すべく探索もしておりました、そういう中で、国土交通省から頂い,いたのは大変貴重な情報でありますが、一つの情報といえば一つの情報でありました。それで すべ、えー、てのものをとにかく我々なりにであの揃えるだけ揃えて、その上で最終的には我々では揃えきれないものもあるし、あるいは揃えたものが本当に正しいかどうかということの確認もしないといけないということで、捜査機関にお願いをしてということは、先ほど申し上げた9日とか10日ということでございます。それで8日の日は、あの先ほど来の,のご質問で、 厳しいい指摘をいただいてますが我々とし、ててはご要請ののあったたものを出ししいるただしそれは8日のときに知っているものの,あの書き換え前のほが分かっていたのはそれを出せということだったんだというご指示で委員の先生方からご指摘をいただいていると思っていますがその時点において我々として最終形これが書き換え前のものであるということを責任持って言える段階ではなかったのでそれも含めて責任を持って言える状況にしてきちんとご報告させていただきたいとあるいはそうしなければお認めいただけないとい ととといいいいううここでで作業をしていたということでございます片山大輔君、一言、誰の判断だったのか教えてもらえますか、大田理財局長そこは最終判断は、理財局長、私の判断ということでございます片山大輔君。それが不思を招いているわけであって、それは、ね、やっぱり国会の場で言う,言うべきですよ、あの理事会のときに。それは調査中であるっていうことで言えばいいんですよ。で、その判断がおかしいと思いますよ。 それが今のこの状態を招いているということをもっと重々にこれ、承知してもらわなきゃ困ります。それ、ちょっと時間がないので、その今回の,その調査結果について言うとです、ね、まあ、どのような調査が行われたらこれも実際にはきちんと明らかにしてないんですよね、それも問題なんだけれども、実際に国民が今、一番知ってないのは、誰がどのようになぜってところなんですけど、これについて今、どこまで分かっているのか、これ、お話しいただきたいと思うんですが。太田理財局長 あの様々なところというか特に最終的に人事処分に繋がるところの調査を引き続き急いでやってますのでその結論が出るまではというふうに思っているところはありますがあの今の時点で申し上げられることは申し上げているつもりでございますまず誰がというのは本省財務省の理財局がとので、えー、もう少し具体的には一部の職員がというふうに申し上げておりますそれからあーなぜというのは基本的には 2月下旬から4月にかけて書き換えを行ってますので、それまで間の国会答弁について、誤解を生じさせないようにするためにというふうにご説明を申し上げてます片山大輔君えっと、ね。その2つについて聞きたい,聞きたいんですが、まずその麻生大臣もです、ね、その佐川氏の答弁とその文書の間に、そごがあったというふうって言ってるんですね、そうすると、これ、1年前の佐川さんの答弁、これ、間違いだったということでいいんでしょうか。 麻生財務大臣 <coughs> あの3月12日の私の会見の話なんだと思いますけれども、あのこれ、一部のみが映像が流れて、確か8時かなんかで情報が切れて、テレビが流れ,流れが止めてたんだと思いますんで、あのちょっと改めてあの全体を説明しますが、書き換えが行われてた経緯とか目的については、これ、最終的には。 書き換えの経緯等について、まあ、調査結果を踏まえる必要がまだありますのでその意味では書き換えられた文,文言だけを見る限りにおいては国会での答弁と去年の2月から4月までの話をしたるもんですがそれの誤解を受けることになるということにならないようにするためにたあの書き換えが行われたという旨を申し,上げて申し上げたというのがその時の背景だと記憶します。 片山大輔君、えっと、私もそのときの,の動画を全部見ました、だからその時第二にとき、大臣、そごとおっしゃってそごとおっしゃってるんですね、そごがあるのでというふうにおっしゃってました、おっしゃってました、だからそのそごということは、やはりどちらかがおかしくなってる、間違ってるということだと思うので、そうすると1年前の答弁は間違いなんじゃないかなと、そでその前に、まあ、掲載文書はあるわけですから、だからそれは答弁が間違ってたということに今、なるんじゃないかなと思いましたが。 麻生財務大臣あのそうという単語を使わせていただいた、たぶん翌日の記者会見ではきちんと言わせていただいたと思いますが、あの答弁で誤解を受けることにならないようにするためというように、翌日の,あの記者会見できちんとあの申し上げさせていただいていると記憶します。片山大輔君。それで、佐川さんはその、まあ、その1年前の答弁、あれだけ国民よくしゃべっていてですね、それで。 そのまあ、とと普通は答弁するときはです、ね、事前に、まあ、その事実関係を確認してやるものだと思うんですけれども、それでそのときはもちろん、もともとの決裁文書ってあるわけですから、だからそうすると佐川さんは、じゃあ、その、まあ、その、相互があるというかです、ね、誤解招かないとってあれば、そもそもその文書の事実関係をきちんとしてなかったのか、その決め打ちで話してたのかというような気もするんですが、そこはどうなんですか太田理財局長。 お答えを申し上げますあの国会を答弁するにあたっては、あ事務方があこれまでの国会答弁、あるいはそれこそ今、委員のご指摘の決裁文書等々をおもちろんきちんと見た上でえで、ー、答弁書を作ります、でその答弁書を当然、答弁するものは、それを勉強して答弁するのが仕事ですので、そういうことをやっておるということが基本だと思います。ただ昨年月月から3月にからににけて急速に それまで、えー、正直に言えば森友問題、前任の佐川も正直には全く知らなかったと思いますが、その中で、えー、激しくご質問をいただいて、それに対して、えー、一問一答のやり取りですので、その中で、えー、答えている中で、えー、それはあや,や,あやや雑になっちゃってしまったというものもあるかということと、もう一つは、あの今回のこの書き換えの前後を見てみると、あの 局長な当時の局長なりには答弁したつもりのものが、いろんな意味で報道なりは、それは報道は時数が限られますので、えー、例,えばあ例えばですけれども、価格について提示というときに、予定価格ということは言っているつもりでも価格提示と。 いうふうに変えてそうすると価格提示あったないということについて報道されているので、そういったということを前提に次の議論が始まるので、そうするとというようなことをまあ考えて、それで誤解を受けることのないようにと、今は例えばの例ですが、そういうことをやっていたということだろうというふうに思ってございます笠山大輔君。苦しいだなと思います。それでちょっとそれもう一つねその 今回が理財局の一部の職員で行われたということ、まあ、そのこれまではいろいろとその内容についてはあまり説明がないのに、その部分だけは今回断定されてるんですよね、うん、でこれはなんでなのか、これを教えてもらますか財務大臣、麻生財務大臣。この件についてはあの、国会の議論の中で大きな話題となっていたおりましたのもうわれわれとしても非常に多く受け止めておりまして。 これは財務省としては、これ、全書を挙げて、これはきちんと、あの、職員の聞き取り、いろいろ限定されておりますけれども、限定されては、捜査関係で限定されてはおりますけれども、あの、職員の聞き取りとか、文書の確認を行って、加えて、捜査当局のご理解と協力をいながら、決裁文書の書き換えの事実について、調査を実施をさせていただきました。で、書き換えが行われた経緯等については、まだ最終的には調査結果というのを、 生まれる必要があ,ありましのでどの部局の人間が関与したということでありましたんで本来であればこれは待たねばならないところだとは思いますけれどあ調査結果が出るのを待たねばならないところだと思いますが職員への聞き取りとか文書の確認などを通じて今般のこの件については昨年2月下旬から4月にかけて 理財局の一部の職員により、決裁文書の書き換えが行われたと判断することができたという調査の結果だと思っている、で書き換えが行われた経緯や目的とか <coughs>、個々の職員の関与がどの程度あったかについては、これなどの詳細については、今後さらに職員から聞き取り調査をしなきゃいといけないところだとは思っておりますけれども、いずれにしても、今の段階で申し上げられる範囲で答弁をさせていただいたということであります。 片山大輔君いやこれ,これがもし犯罪だとすれば、ですねまさにこれはその犯人につながるところだから、それこそね私は捜査に影響を与えるんじゃないかと思いますが、これ、法務省、どう,いうお考えですか、えー、辻刑事局長あのただいまのお尋ねはあの、まさに個別事件における捜査の具体的内容に関わるということでございますので、えー、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます片山大輔君。 ましていずれにしろ今維新の方ではですねそのその行為を行ったのが理財局でやったというのであるから今その近畿財務局からその理財局にまあ出張してきていたその2月から4月にかけてその出張記録というものを今あの資料要請をしているのでぜひまあその財務省出していただきたいそういうふうに思いますそしていずれにしろその今回のキーマンがいずれにしろ佐川さんであることには間違いないので私はあの佐川さんが前に出てですね国民に対して きちんとこう真相を話すこと、これ、何より大切だと思いますが、これについて総理、どのようにお考えですか安,安倍内閣総理大臣。あのまあ、国会において、えー、説明するという、えー、お話だと思いますが、あのまあ、それはあのまさに国会の運営において、えー、どのように対応していくかということでございますので、まあ、委員会でお決めいただければと、このように思います福山大輔君。 総理のお考えとして、やはり行政府の長としてどういうふうに思っているのか、お伺いしたいと思います安倍内閣総理大臣あの。行政府の長としてはです、ね、まさにこれはあの国会のご要請があればということでございますが、しかし、現在、えー、佐川前局長はですで、ね、に執行されているという事情もです、ね、ご理解をいただきたいと、こう思う次第でございますが、まあ、その上で、国会でご判断をいただきたいと、このように思います片山大輔君。 それで、えー、っと今回の文書、さらにちょっと見ていくと、ですねその特殊性や、まあ、本省承認といった文言もこう、まあ、削除されてるんですが、これについて財務省は、ですねその、まあ、問題の国有地について、まあ、3年以内の売買の貸付契約、これをまあ森友側の要請でまあ 10, 年間に10年に変えたことによるものだと言ってるんですよね、それで先ほども話があったんですが、それだったら私、わざわざ削除する必要がないんじゃないかと思う、それで、その本省承認だというのを丁寧に説明すればいい。 それをね隠すとなると、隠さざるを得ないような,なんか要素がここにあるのかなと思ってしまうで、これについてはどうお考えですか大谷財局長。お答えを申し上げます、今ほど委員から特,性あ特例とか特性とかということについて削除されてるんだけれどもというお話でございました。でいずれもあの、特例というのは、基本的に今、委員があの例として挙げられたことなんですが、基本は3年の賃貸借。 解釈というのを10年の定期尺地にすると、それがあ,ある意味での特例なので、それは特例承認と言ってるんですが、ということですが、そのことはこれまでも国会でもご説明、あるいは質疑の中でもと言ってご説明をさせていただいてます、あるいは特性という話は、基本的には地下にある埋設物、それはあ契約のときに判明していたものを、それを取り除けば、あ土地の価値が動大するので、有益費。 として、それを支配することになると。で、えー、その結果として、土地の価値が、 高まったときには、それで貸付量があ、土地の価値が低いときには貸付料が低いわけですが、その地下埋設物を取ることに土地の価値が上がれば、その分だけ、えー、貸付料を上げることもできるというようなことが決めていて、それをまあ特性ということで整理をしているわけですが、おっしゃるとおり、特性も特例もいずれも説明ができることで、あの以後、あの正直に申し上げれば、この件はこれまでの国会の議論の中でもあの質問もありお答えをさせていただいていると、内容であることは事実でございます。 片山大輔君そしてその今、言われているのがその総理が去年の2月17日に、私や妻がその関係していたら、総理も国会議員も辞めるとおっしゃったまあ発言とのまあ関連性なんですよね、それで確かに議事録を見ると、その後その佐川さんをはじめとするその財務省側の,その答弁もやっぱりねまあ強気になっているように見える、その政治家の関与は一切ないだとか、価格についての事前交渉した事実はないだとか。 その総理の言葉に合わせるように、やっぱり度されたんじゃないかという指摘がある、これについて、どのようにお考えですか総理でも麻生財務大臣総理の発言があったから、財務省の答弁が強めに変わったというご指摘ですか、今のご指摘、いや言わんとしておられる方そう答弁も強くなって 強くに変わっていったのは、総理の意見を忖度した結果じゃないかというあ、あ関係ありません安倍内閣総理大臣。あのまあ、私が申し上げたのはです、ね、事実を申し上げたわけでありまして、私も妻もお、えー、国有地のお払い下げについてですね、えー、一切関わっていないということまた認可について一切関わっていないということを申し上げたわけでありまして、まあそ,のえー、それがですね、 えこのおまあ、今回の書き換えについてということであればです、ね、えー、この文書の書き換えが行こられたという、まあ、経緯については、あのえー、麻生大臣も、まあ、この党委員会で、えー、説明をさせていただいているとおりでありますが、これ、はの書き換え前のです、ね、文書を見ていただければ、一目瞭然だろうと思っております、書き換え前の文書を見ていただければ、私も妻もです、ね、一切関わってないということは明白、むしろ明白になっているんだろうと、えー、このように。 思いますあの妻の記述についても、それを見ていただければです、ね、妻が言っているわけではなくて、籠池氏が言っているということが書かれているわけでありますし、もう1点は、産経のウェーブ、いわば公開情報の引用に過ぎないわけでございますから、これも全くこの関わっているということについては、全く何の関わりもない記述であろうと、こう思う次第でございまして、むしろ見ていただければです、ね、明白になるんだろうと、このように思っております。 片山大輔君最後にですね、その今回はその財務省内で起きた不祥事をその財務省内で調査している、やっぱり私、これはおかしいと思います、やっぱり国会の中できちんと調査をすべきだと思います、えー、それについてどのように思うか、これ大丈夫総務大臣。これ、私でもたびたびご答弁申し上げます、答弁をさせていただいておりますとおり、きちんと対応させていただきまダメ君、時間来てます。 以上で片山大輔君の質疑は終了いたしました次に薬師寺道夫君の質疑を行います薬師寺道夫君一郎クラブの薬師寺道夫でございます あの私一人で負役を果たさなければなりませんので、すいません、あの答弁はなるべく簡潔にお願いしたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。まず茂木大臣、TPP 発行後、国民の生活はどう変わるのかご説明いただけますでしょうか。お願い申し上げます。茂木経済再,再生担当大臣、えー、TPP は単にまあ、GDP を拡大するだけではなくて、まあ、国民一人一人にとってもまあ、一気内のさまざまな商品を 安くそしてま手軽にま輸出することが可能となるものであります。あの昨年末の TPP 協定のま経済効果分析では日本の実質 GDP を7.8兆円押し上げると試算されておりますが、まここでは。 貿易投資の自由化が、まあ、成長を促すメカニズムだけではなくて、えー、消費者、まあ、家計にもメリットがもたらされると、えー、このようなメカニズムを明らかにしているわけであります。あの具体的に2点だけ申し上げますと、1つは関税や非関税省域が撤廃されることによりまして、小売価格、えー、これが低下をして、家計の負担が減少、えー、実質所得が増加をすると。えー、もう1点 経済活動が活性化し、生産性が向上することで、賃金等も上昇し、またあの46万人の雇用増、こういったものも見込まれておりまして、家計所得が増加するこういったことも期待されておりますし、あと、なかなか数値化はできないんですが、消費者にとっては、商品の選択肢が広がるということ形で,で、消費の満足度と、こういったものも高まると考えております、はい、薬師寺いました 以前、TPP 特別委員会などでも問題になったことで、私はどうしても加藤大臣にも確認をしなければなりません。国民皆保険制度というものが蝕まれていくんではないか、そういう大きな声があったかと思いますけれども、今回の t p p レ1 1で影響が生じるのか、どうなのか、もう一度お答えいただけますでしょうか。よろししくお願い,いします加藤厚生労働大臣 TPP 協定については、今委員ご指摘の、参議院の TPP 特別委員会においても、具議論があり、そして塩崎前厚生労働大臣から、医療・民間保険の参入や、いわゆる混合診療の解禁等、我が国の公的医療保険制度について変更を生じさせるような内容は含まれていないということ、また社会保障、社会保険等の社会事業サービスについては、これ、付属書にというのがあるんですが、 そこにおいて、我が国は内国民待遇等の投資省の規定に適合しない措置などを将来にわたって包括的に留保していること、投資受け入れ国が公共の福祉に係る正当な目的のための必要かつ合理的な措置を、 差別的でない対応で講ずることが妨げられていないことなどについて答弁をさせていただきました今回の tpp11 についてもです、ね、今申し上げたような点については変更がなく引き続き我が国の公的医療保険制度に変更を生じさせるような内容は含まれていない国民解保険を今後とも掲示されていくものと考えておりますし 厚生労働省としても、この日本が誇る国民皆保険制度。しっかりと、次の世代に引き継いでいきたいと、こう思っております。薬師道夫君。ありがとうございました。総理、今、あのさまざまご説明いただきましたけれども。やはり、こういうことというものを、をもう少し国民の皆様方も、今回ご理解いただきたいなと、私は考えております。まあ、あの。アメリカが。という時には、大変。大きく話題になりまして。 国民的なあの議論も巻き起こってまいりました、でも今回、TPP11 になってまいりましたら、急にそれがしぼんだように、私は思えてなりません、しかしあの、先ほど茂木大臣からもご説明いただきましたけれども、大きな影響が、そしてメリットの部分がもしかしたら多いんではないか、そして逆にセーフティーネットの部分では安心してください、そういうメッセージを国民に対しても、丁寧に私は総理大臣として行っていただきたいと思いますが、いかがでいらっしゃいますでしょうか内閣総理大臣。 先ほど、メリットについては茂木大臣からもお答えをさせていただきましたが、あのまあ消費者の皆さんにとって最大のメリットはです、ね、まあ、いきなりのさまざまな良い,良い商品をより安く、安心して手に入れることができるようになって、まあ、生活が豊かになっていく、もちろん選択肢も広がっていくわけであります。まあ、同時にに中小企業ののの皆さんにとってもです、ね、透明なルールーで,です、ね、この 取引ができるとということになります今までなかなか輸出は難しいと考えていた、いた,いたです、ね、中小企業や小規模事業者の皆様にとっても、安心してです、ね、取引が可能になっていく、ルールがきっちりとしたです、ね、経済圏ができていくということにもなるんだろうと、このように思いますので、良いものを作っている日本にとってはです、ね、まさに良いものが正しく評価される、正当に評価される、このマーケットができるということにおいても大変有意義だろうと思います。 他方でさまざまな不安を持っておられる方々がいらっしゃることは承知をしておりますが、まあ、TPP11 にも先ほど、えー、厚労大臣からも答弁させていただきましたが、国民解保険やあ、あるいはまた食の安全を脅かすようなルールは一切ありません、えーまあ、それでもなお残る不安や、まあ、懸念にもしっかりと向き合うために、農業者やです、ね、中小企業者の皆さんに対して、きめ細やかな対策を引き続き、 講じていく考えでございますまたまさにこの画期的な21世紀型の経済圏ができていくということでさらに多くの国々がまあ関心を示しているというのはご承知の通りだろうと思いますまあそういう中におきましてもこの TPP をですね国民の皆様にとってこの TPP ができてよかったなということを感じていただけるようにしっかりと対応してまいりたいとこのように思っております タクシー道夫君。ありがとうございます。まあ、これから、あの、さまざま発行につきましても、まあ、関係の、おれとも、整備されていくこととなると思いますけれども。私どもも、しっかりそれに対しても、議論を続けてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ところで、まあ、先ほどから、問題になっておりますので、私も、今回は、取り上げさせていただきます。昨日、財務省から説明を受けました。新しく、長書の後ろに添付されていた、メモが、そのまま。 平成27年6月に抜き去られてしまっていた、抜き取られていた、この時期というのは、この国会で森友問題、そして籠池問題、言われているような問題、そういうものが議論されていないときです、それ以前にもやはりそういう体質があったということになってしまいます。ですからこれはその 安倍政権の問題というよりも、もしかしたら民主党政権のときにもこういうことが行われていたのかもしれない、これは国民の皆様方、今、それをいうふうに感じてらっしゃるんだと思います。政府、そしてその行政の信頼に関わる、私はとても大事な問題だと思います。やはりこれは、国家公務員として倫理規定がございます、職務規定がございます。 それに違反をするということになってまいりました。ということは、もう一度ここで総理からしっかりとその倫理教育も徹底していただき、そしてその倫理規範というものを守ろうじゃないか、大きな私は声を上げるべき時ではないかと思いますけれども、総理、どのようにお伺いになりますか安倍内閣総理大臣。今回の財務省の決裁文書の書き換え問題はですね。 行政全体の信頼を揺るがしかねない事態であり、行政の長として責任を痛感をしております。<laughs> 今回の事態を受けて、改めて職員の一人一人が国民全体の保守者としての使命感、倫理観を持ち、含む規定を遵守するよう徹底する必要があります。これまでも公務員の倫理や含むに関する研修等を実施してきたところでありますが、今後二度とこうしたことがないよう、 あ含む規律の遵守をより一層徹底してまいりたいと考えております薬師寺道夫君ありがとうございますどうも私は町の姿勢のようにも思えてならないんですもっとせめてせめてしっかりと調査が終わる前にできることはたくさんあるはずなんですでその一つとしまして先ほどもございました梶山大臣からもその公文書の取り扱いに関する教育研修を徹底していく全く受けてないんですよね私どもも先ほどずつあの。 公述人の方からもそういうご意見をいただいたところでございます各省庁を受けてないんだったらペナルティを課すぐらい私は厳しくそこも徹底していただきたいんですけれども大臣のご意見いただけますでしょうか梶山規制改革担当大臣、はい、公文書管理につきましては昨年末に行政文書の管理に関するガイドラインの改正を行ったところでありさらに本年度中にガイドラインを踏まえた各府省の行政文書管理規則の見直しを 行行っててうここととしておりりまますすが今作業のの中であります、えー、このルールの見直しにとどまらずに、えー、公文書を扱う職員一人一人の意識をより一層高めていくことも重要であることから、ご指摘のとおり、研修の充実を図ってまいりたいと考えております。まあ、具体的には、えー、各府省においては、全職員が少なくとも毎年度1回、研修を受講させることを求めることといたしました。まあ、他に 出先機関の職員も含め、各府省のすべての職員が公文書管理に関する研修を受講できるよう、内閣府においても e ラーニングやサテライト研修の導入を進めているところであります。まあ、このような公文書管理の質を高めるための普段の努力、普段の取り組みを続け、改正ガイドラインの実効性を高めてまいりたいと考えております。 薬師道夫君ありがとうございました、ガイドラインの運用も各省それぞれだということと昨日も指摘をあの受けたところでございます。ということは、今までのままだったら、手ぬるいということですよね、でさらにその、今、ご答弁いただいたような内容というのは、もう既存のものでございます、これから新しくどのような形を打ち出していかれるのか、大臣としてのご決意いただけますでしょうか、お願い申し上げます。梶山担当大臣 先ほど申しましたけれども、改正ガイドラインが昨年末に決定をいたしました、このガイドラインの改,改正のガイドラインというのは、公文書管理法の施行の 5, 5年後の見直しというか、えー、取りまとめをで受けたご意見を踏まえたもの、さらにまた、昨年いろんな事案がございました、そしてご指摘もありました、それも踏まえて、それも入れた形でガイドラインを取りまとめたと。そして各府省の 今、行政文書管理規則を外部の有識者による公文書管理委員会の皆様に昨日も、そしてまたあと数回やっていただくところでありますし、まあ、それらの徹底を図ってまいりたいという思いであります薬師寺道夫君。 ありがとうございます私、先ほども申しました、そういうことが管理できない、もしくはあのしっかりとその研修も受けられないような症状に関しましては、さらに厳しく私はあの徹底していくべきではないかと考えております。財務省も同じでございます今 あのずっと議論を聞いておりましたら、財務省の中で調査をしておりますというお話もございました、しかし、ここまでさまざま期待を裏切られてしまうと、財務省以外の第三者による調査委員会なども立ち上げるべきではないかと。 私は考えておりますし、今度はさまざまな指摘を受けたんでしたら、即座に内部省内で再発防止チームというものを編成し、そしてこのようなことが生じないに徹底的な取り組みを行うというような号令を私は大臣にかけていただきたいんですけれども、麻生大臣、いかがでいらっしゃいますでしょうか。 ご指摘のありましたこれ第三者というよる調査と少々意味合いが異なるかもしれませんけれどもご存じのように今この件につきましてはいわゆる大阪地検のっていうか捜査の当局から今受けている最中でもありますんで。 ここのの進行中の捜査ににままずは全面的に協力してていいくということだとうだ思っております併せて国会をはじめいろいろな方々からご指摘をいただいておることを踏まえれば財務省においてもさらなる調査というものを進めていく必要があろうと思ってこれはしっかり取り組んでまいりますが問題はこうした事態が起こらないようにきちんとしたいわゆる取り組みを行うべき。 というご指摘なんだと思います。ので、この点は私どもとしては。信頼回復という点が一番、あの。きちんと対応せればならん、長期的な最も大事なところだと思いますので。この信頼回復に向けて、どうやって取り組んでいくかというのをきちんとやらせていただきたいと思っております。役所事務長ありがとうございます。あの、信頼回復といったような点につきまして。 これからさまざま指摘を受けながら、財務省内でも検討が進んでいくことだと思いますけれども、ぜひそういう場合にも、外部の目というものをしっかり入れていただきたいと思います、ただ、それも漫然と会議を続けるというわけではなく、スピーディーに実効性が高いものから行っていただく、あのしっかり私どもも国会としてチェックをさせていただきたいとは思いますけれども、財務省内の、 自助作用というものも発揮してもらわないといけないと考えておりますけれども、大臣、そのあたりお考え、何かございましたら、お聞かかせいただけますでしょう財ご指摘、ご指摘も、誠、ま、に最もなと思っておりますで、私どもとしてはきちんとした対応ということで、これはちょっと、まだ捜査の途中でもありますが、同時にこれは今の段階から取り組めるところもいろいろあろうかと思いますので、検討させていただきたいと思います薬師寺道夫君。ありがとうございます。 そういったしましたら、総理にもお願いがございます。この公益通報窓口というものがございます。私、今回、その財務省の公益通報窓口がどこにあるかということを探してみました。ネット上でも、いわゆる秘書課というところが担当しているということが分かってまいりました。であのそれを問い合わせいたしましたら、それ以外にも、 まあ第三者としてその弁護士事務所につながるようなダイレクトにつながるような道もあるんですよでもそれは職員の皆様方にはお知らせしておりますがというご回答をいただいたところでございますしかしこうネット上でどこかにやっぱりこういうことはやってはならないよなと思った時に ふとと吐き出せるるこころがあるだけでも今回のようなな時点起こらなかったかもしれませんで、そういう意味におきまして、もっとその公益通報窓口というのが、あの財務省に限らず、全省庁を挙げて、しっかりと確保され、そしてあの公平・公正であるということも、私は重要かと思いますけれども、総理のご意見いただけますでしょうか安倍内閣総理大臣、えーまあ。公益通報者保護法の趣旨を踏まえてです、ねえー、内部の職員等から、 広域通報が容易に行われるよう、環境をつくることは、法令遵守の確保や不祥事の未然防止、そして早期是正の観点から極めて重要と考えています。このため、昨年ですね、昨年、国の行政機関の通報対応に関するガイドラインをですね、改正したところでございます。あのまあ、こうした改正を行っているわけでありますが、実際にですね、その改正した ガイイドラインということをですね、ご存じない公務員の方もおられると思います。その意味におきましては、まあ、制度の内容や通報窓口についての周知、えー、強化をしていきたいと思います。そしてまたですね、えー、通報に関するこの秘密保持、まあ、これは極めてまあ重要なんだろうと、果たして自分が通報したことによってですね、自分に大きな不利益が来るのではないか、えー、ということをまあ心配される方もおられるんだろうと思います。えー、通報に関する秘密保持、えー、通報者保護、 の徹底によりですね、誰もが通報しやすい環境整備を行っています。えーまあ、こういうことを行っているということもですね、しっかりと周知徹底していく必要があると思います。今後ともですね、通報窓口が確実に機能するよう取り組みを不断に進めてまいりたいと思います。役所道央君、ありがとうございます。ですからあのしっかりとそれが第三者であって。 あの自らの,その秘書家であったり、省庁内の人間でなくということも、もう一度総理あの、ご確認をいただきました上で、周知徹底をお願いしたいと思いますし、それがあの誰でも見えるようにということが一番私は重要かと思います、そういう場合にどうしたらいいんだろうと悩んだときに、他人には相談できないから、そういうところを利用するわけです。 その誰かに、じゃあ、通報窓口、どこにあるんでしょうということを聞けないんであれば、先ほど申しましたように、しっかりじゃあ、財務省であれば、こことここですよということが分かるように、明示もしていただきたいんですけれども、それを前省庁に呼びかけていただけますでしょうか、お願い申し上げます安倍内閣総理大臣。ただいまのお話をけたまりましたですねそうしたご趣旨に創意をですねしっかりと検討してまいりたいと思います薬師道夫君。 ありがとうございますまさにこの公文書のあり方というものが今、問われております。で、この公文書の価値をやっぱり高めていくということは、一つ重要なことかと思います。まさに厚労省におきましても、年金記録の創出というものもございましたし、さまざまな省庁におきまして、まだまだその公文書というものがどういう意味をなすものなのか、そして自分たちがこれをこ解散するということが、まさに何を意味することなのか。 私はもっと意識を高めていただきたいと思っておりますで。それに関しましても、そういう管理をする専門家というのが日本にいない、これは以前から指摘をされているところなんですけれども、なかなか整備をされることはございません。で昨日も口実人の方からご意見をいただきました、公文書管理におけるアーキビストというような公的な資格というものを設けるべきではないなのか。 アーキビストが内閣府に800人所属いたしまして、各省庁に張り付きで、しっかりと管理を行っている、やっぱり国々によっても、まさに文化によっても違いますけれども、そのような形で日本でもさらにその公文書の価値を高め、そして管理体制を高めていくために、そういう,う専門職というものも早急に検討して、各省庁にもご協力いただきたいと思うんですけれども、大臣、ご意見いただけますでしょうか。 今ご指摘のありました公文書管理の専門職員、まあ、いわゆるアーキビストにつきましては、まあ、従来から国立公文書館において主に歴史公文書等の文書管理に関わる専門人材を広く要請確保するため専門職員の職務基準職務基準書に策定にかかる検討が行われてきたところでありますアーキビストの職務基準書については昨年12月に 国立公文書館主催への有識者による検討会議において取りまとめが行われたところであります引き続き国立公文書館内で検討を進め、まあ、関係機関との調整を経て来年度中の完成を目指していると承知をしておりますまた平成29年2月に公文書管理委員会にご報告した公文書管理法施行5年後見直し対応案においても 本職務基準書が人材の育成及び確保につながるよう、有効活用方策について検討すべきとしたところであります。その際、具体的取り組みとして、専門職員の信頼性、専門性を確保するため、国立公文書館などの公的機関による 認証制度についても検討をすることとしております。まあ、こうした取り組みは公文書管理の質を普段に高めていく上で大変有用と考えておりまして。内閣府としても国立公文書館による取り組みを後押ししてまいりたいと考えております。薬師道夫君ありがとうございます。資格を作るだけではなく、どのように配置をしていくのか。何をすべきなのかということは、実はこのアーキビストという。 ことの日本語訳もないぐらい、まだまだの地位としてもそうです職務としても不安定なものがございます、ですからそこはあの海外に習うことなく、日本の今のこの問題をさらにプラスアルファ引き受けながら、どういう職務としていくのかということも新たに私は構築していただきたいと思うんですけれども、大臣のご意見いただけますでしょうか。梶山担当大臣 あの先ほど申しましたけれども、関係機関との調整というのは、アーキビスト学会というのもありございまして、そういう関係、えー、団体との調整も入ってくるということであります、さらに委員おっしゃるように、えー、国立公文書館のみならず、えー、公文書の管理という点で、えー、各省庁に対して指導ができるような形にできまいかということで、今、検討を進めているところであります。薬師 ありがとうございます総理、あの私、思うんでございます、こうやってあのさまざまな議論が行われておりますけれども、なぜもっと前向きな情報を国民に対して発信してくれないんだろうと。 こうやって質疑しておりました、私どもの質問に対してお答えいただくだけになってしまうんです、そうすることになると、すごくこうあの狭い情報しか国民の皆様方には理解していただけないということになってしまいます。私も先ほど申しました、私のスタンスといたしましては、今までもやはりこういうことがあったんではないか、それがただ分からなかっただけであって、これから新しく、さらに政府の信頼を獲得していくためには、安倍政権としてこういうようなことをやっていきたいと。 私は前向きに何か国民に対してメッセージを発信していただきたいんですけれども、お考え、お聞かせいただけますでしょうか安倍内閣総理大臣まあ今回の決裁文書の書き換え問題について、財務大臣、また太田局長から答弁をさせていただいておりますが、まあ、いわばこの国会で話題となり、ですねそしてその答弁に対して、誤解を生じることがないように、 あのそうしたことが行われたという説明をしているところでございますが、同時に今、委員がおっしゃったようにです、ね、2015年にもこの書類をです、ね、がこの出すべき書類が出されていなかったというご説明をいただきます、まさにそれは国会で議論になる前で,ございであるわけでございまして、そうした意味においてです、ね、こうした公文書に対する、 信頼を失墜せしめる事態となっているわけで、全体、やっぱこの事案ということだけではなくてです、ね、そういう疑いも生じさせているということは、我々は真剣に打ち止めなければならないと、このように思います。その意味で、徹底的にです、ね、しっかりと国民の信頼を回復するために、この立た直しをしていかなければならないと、このように決意をいたしております以上で、薬師寺道夫君の質疑は終了いたしました。 これにて TPP ・経済財政、内外の省情勢に関する集中審議は終了いたしました。